どうもどんです。今回なんですけど、パチンコ買ってる人と負けてる人の差調べてみた。気になる。こちら、僕アンケートフォームを作りまして、ツイッター動画で、拡散して、なんと1000人以上のアンケートをいただくことができました。これね、結構すごい情報の価値になりまして、金額で表すとすごく高い価値になっております。金額で表してください。全然金額で表すと早速ね、僕のアンケートに答えてくれた年代とかグラフ出します。こちら一番多い年代がどうなってるんですか？エンジニアです。20代が 43%、 30代が 33%、 まあ2、30代で8割で占めてますという感じになってます。男性9割で女性が1割なんで、まあワンさんの女性ファンはほとんどいないということが、まあ、今回分かったというせいな。まあただこれ僕が発信したアンケートなんで、だからまあちょっと偏りはあると思います。僕の視聴者の偏り、ちょっと補足を入れると、はい、ツイッターでメインでアンケートを募集したので、はい、まあ、YouTube で宣伝したみたいな感じではないっていうことと、はい、あとまあ統計的に100人のデータが集まってたら誤差が 10% 以下にって言われてるんで、ワー、はい、さんのツイッターをフォローしてるとか、まあ、そういう人たちの傾向が今回分かるようになるほどね。次の、まあ、項目が買ってる人の割合と負けてる人の割合、それでこちら買ってる人が 75% ぐらい、 75% で負けてる人が 25%。 これ俺めちゃくちゃ意外やった。でなんでこうなったか、まあ、だって普通にさ、パチンコ人口の 75% が買っとったらさ、パチは潰れるやん。そうですね。これなんでこんな偏りが出たかって言ったら、まあ、僕の SNS をたどってアンケート回答してくれた人が多いんで、だそもそもだから負けてる人って SNS でこういう情報にたどり着けてないということが判明するという。月50万以上、はい、もうサラリーマンよりも稼いでる、月50万以上稼いでるのは、はい、まあ30人ほどです。30人、1000分の30ってことは、ね、3% の人がまあもう50万以上サラリーマンを超える、まあ一握りの成功者と言われる、はい、うん、でもう約6割ぐらいの人が月10万未満のプラス、十分やわな。でまあ残りの 25% ぐらいが月10から50万のプラス、買ってる人の中の割合でちょっと言うとそんな感じですね。マイナス収支が290人ですね。でもう何歩負けなんか分からへんというか、月マイナス、まあ、いくら負けてるかを教えたくないぐらい負けてる。ぶっちゃけね、負けてる人の中でそれ多いと思うね、その何歩負けてるか分からん、把握できてないみたいな、それをやめるだけで結構変わると思うんで、収支は絶対につけた方がいいというのがこう明確に出てるデータになっております。で次が、次のが期待値稼働してますか。はいはいはい、グラフはこちら。はい、絶対期待値稼働してるっていう人が1000人中220人ぐらい。基本期待値稼働してて、たまに趣味打ちが500人半分ですね。まあ基本趣味打ちで U タイム狙いとかが、まあ、あったら打つ。まあ、いや、でそれ以外はもう趣味打ちとかそもそも期待値って何なのっていう人が110人ぐらい。結構多いやな。まあそもそも趣味打ちとか期待値って何ですかって言ってる、まあ、114人いるんですけど、はい、が、まあ、買ってるか負けてるかっていうのがこちらですね。一応その買ってるって言ってる人もいるんですよ。月10万以上プラスですっていうのが4割ぐらい。あ、エンジョイ勢の中にも買ってる人がおるってこと。そうです、そうです。実際ほんまに買ってるかどうかはちょっと疑問なところは。10万未満のプラスが4割。そうそうそう。多分そう、収支つけてない肌感で10万体感で喋ってるってことだよね、多分な。っていう感じのデータになってるってことか。そうですね。まあ反対に負けてる、確実に負けてますって言ってるのは6割ぐらいですね。これもおもろい結果やな。うん、で、次が基本趣味打ちやけど U タイム狙いがあったらたまに打つ、はい、がこちら。でさっきよりもマイナス分負けて、6割さっき負けてたのが大体半分ぐらい。まあリアルはリアルやな、うん、まあ、けど買ってる人も半分おるってこと。そうですね、買ってる人半分ですね、うん、だ期待値ということをちょっとでも頭に入れることによってマイナス収支はだいぶ軽減されると思う、うん。で次が基本は期待値稼働し、たまに趣味打ち、はい、もうこちら 75% 以上が買ってる、買ってます。なるほどな。まあ月10万未満プラスの人が 50%、
で、まあ、残り 25% 以上は10万以上か、ほぼほぼ期待値稼働で趣味打ちしてる人でも4分の1負けてる。そうですね、まあその稼働日数とかにもよるとは思う。確かにな。とあとはまあ期待値で一概に言っても換金率とか、まあ確かにな、ずれてない人ももしかしたらいるかもしれない。ワンチャン期待値ずれてるっていう可能性もあるってことやな、はい、ワンチャンス、チャンスではないな、下手したらやな、日本語で言ったら。そうです、うん、はい、最後がもう絶対に期待値稼働、絶対期待値稼働してる人の買ってる割合がこちら。もうほぼ買ってますね。9割以上。はい、そうっすよ。マイナスの人も一応おるんや。一応いますね。まあ、まあ、これも期待値ちゃんと計算できてるかとか。そうやな。確かに。だから、ほんまにほぼやっぱ期待値稼働に設定してる人は勝ちが多いという結果。うん、まあまあ、やっぱそのもちろんやわな。そうっすね。まあ、僕らはもちろんにはなるんですけど、はい、これを事実をほんまに事実やと受け取ってない人も多い。確かに。俺が今これ言ってることすらも信用できひんって人もおると思うね。うん、そういう人は多分現状エンジョイ税に含まれると思うんですけど、これがリアルです。そうっすね。実際に1000人のデータが集まってるんで、でまあ、統計的にはやっぱ期待値稼働をすると収支はプラスになるっていうのも証明された。証明された。なるほどね。じゃあ次いきますか。はい、次。まあ、こっからは、まあ、ちょっと買ってる人と負けてる人を二分化するという。はいはいはい。イエス、ノーぐらいのね。そうですね。うん、月マイナス収支の人が290人。はい。で、プラス収支の人が763人いるんですけど、はい、この人らが、まあ、どこに打ちに行ってるとか、まあ、そういう相関をちょっと出したグラフを用意してるんで、それを紹介していきます。はい、最初が地域ですね。はい、地域がこちら。はい、まあ、よくね、あるじゃないですか。例えばね、どこどこの県勝てますか、どこどこの地域勝てますかみたいな。まあ、そういう質問結構気になる人は、このグラフめっちゃ重要ってことやな。そうですね。で、290人になってる方がエンジョイ税。760人になってる方が、まあ、期待値稼働税。はい、で、まあ、このグラフになるんだけど、あんまり差はない。確かにね。これで何が言えるかって言ったら、まあ、地域差関係ないよっていうのが言えるという。だから、例えば近畿でも勝ってる人もおれば、負けてる人もおる。北海道でも勝ってる人もおれば、負けてる人もおる。これ当たり前やけど、あんまりだから地域差ないってことは、どこでも食えるってことは証明されてるっていう図になるかな。うん、食いやすい食いにくいはもちろんあると思うんやけど、食えるっていうことは証明されたってことかな。まあ、都会とか田舎とかが、じゃあどっちが勝ちやすいかまで見れるデータではないんですけど。確かに。まあ、ただ北海道でも100万以上勝ってる人はいる。いると。はい。どこの地域でもプラスに持っていけるということが証明されるグラフになってますと。うん、です。次が、よく行くホールですね。大型、中小、地元密着型のちっちゃい店舗、どこに行ってるかというグラフがこちら。まあ、2個あると。エンジョイ税のグラフと、期待値ゴリゴリ税。まあ、差は見てほしいんですけど、あんま大差ないと。大差ないけど、期待値稼働税の方が、100台未満にの店に行ってるのがちょっとだけ増えてる。なるほど。これ何が言えるかと言ったら、エンジョイ税の人って、例えば CM で、まあ、某、アルハンとか。ちょっと言ってもとくじゃないですか。アルハンとか。アルハン別にマルハンが悪いって言ったわけじゃないで。ただ、多分 CM してる店が、多分いいんやとか、客付きがめちゃくちゃいい店がいいんやみたいな感じで行く人が多いんよ。ただこの期待値税のこの100台未満の店行く 1%。これ何が言えるかというと、多分そういうとこ関係ないんやな。全然そのみんなおすすめせえへん店でも、いや、期待値詰める台があったら行くやろみたいな感じやと思うね。100台未満はなかなか見当つかないんですけど、僕がどこの店行ってんのって地元のまあパチンコ好きの人に言われて、ここ行ってるよって言われたら、そんな店なんで行くみたいな、客もついてないのにみたいなって言われることは結構あるんで、少数の店ほどエンジョイ勢はあんまり好きじゃないっていうのがちょっとだけ分かるグラフになるかな。うん、そう。続いて、はい、パチンコ歴です。歴ね。はい、もう一番上は10年以上で、はい、そこからまあ4分割ぐらいになってるんですけど、それがこちら。これもまあちょっとビビったる変化ではあるんですけど、はい、エンジョイ勢の方が、やっぱ経験というか歴が長い傾向にあって、ね、まあ、逆に期待値稼働税はそのもう5年以下の人がもう、まあ、多いというか。多い。これね、僕実はね、昔動画出してるんですよね。パチンコ歴の長い人の方が勝ちにくいみたいな動画ね、結構初期ぐらいの時に出してるんですけど、それが証明されたグラフにもなるってことかな。そうですね。やっぱりね、
パチンコの経験、スロットの経験積んでいって、負ける人って、なんでやろ、自分の中のロジックみたいなのがあるんよな。例えば、めっちゃ有名なんで言ったら、ジャグは100回転以内やめたらあかんとか、そういうのがもうなんか、すり込まれてるから、なかなかやっぱ期待値稼働に転換した時に、今までやってきた行動を否定することになるから、難しいよな。っていうのが証明されたグラフになるかな。次が、ツイッターで情報収集してますから、ね、はい、大事よ。小川さんがよく言う SNS で情報収集してたら勝てますよっていうのが、はい、グラフがこちらです。これは露骨に出ちゃいましたと。なあ、まあ、勝ってない人は2分の1ぐらいで収集してますと。はい、勝っている人はもう4分の3で収集してますと。そうです。まあ、SNS の大事さが分かるグラフ、露骨に出ちゃいました。だから俺の言ってることも証明されました。めっちゃドヤハマグリ言っちゃいましたね。うん、まあ、でもほんまに今まで技が言ってきたことが、露骨に出てるよね。データとして現れてるんで。じゃあ次いきます、はい。次はパチンコ打つ頻度です。はい、何時間とかです。が、こちら。結構露骨やな、これ。そうですね。やっぱ負けてる人は、あんまやっぱいけてない。あの 50% の人が力を入れてる。短時間勝負みたいな。そうですね。やっぱ金なくなっていけない人も多分多い。そう。で、これも僕昔動画出しました。負けてる人しか見たあかんみたいな動画で出してんけど、もう長時間打てへん人は絶対負けるみたいに言ったんですよ。このエビデンスも整いましたと。やっぱね、長時間打たんと、まあ、収支もやっぱ荒れるし、なかなかやっぱ、勝つことって難しいんですよね。時間が縛られたパチンコってなかなかやっぱうまくいかない。大体そこに合わせるから自分のそこに合わせる。そうですね。まあそのグラフになりましたと。次が、はい、まあ、以前小川さんの動画で、はい、200万の借金を作ったことがある。はいはい、僕ね。そうです、はい、そうです。僕ね、借金の経験があるかな。いや、これおもろいよ。確かに。借金をして、パチンコで買って返さなあかんみたいな、和田さんと同じような経験をしてる人が、期待値稼働税でいるんじゃないかな。はい。っていうグラフが、こちら。借金経験ない人が、期待値稼働してるのが多かった。なるほどね。逆に、まあ、エンジョイ税の方が、借金をしてる。まあ、けど、これで言いたいことって、一回借金味わってる人も、今現状買ってる人にも、4分の1以上はおるってことやね。そのうちの一人やから俺。今もし仮にね、パチンコで借金してます。まだエンジョイデーですっていう人も、期待値稼働に切り替えることによって、借金返せたり、勝ち組に転換できる可能性は十分にあるっていうこと。それは言えるな。逆にけど、エンジョイデーやけど借金ないって人はすごいな。ちゃんとしっかり制御できてるってことやからな。だから、制御できひん人も、その使ったあかんお金を使って借金抱えるわけやん。制御できひん人も今買ってるってことやから、はい、単純にまあちょっと怖いんか、そのパチンコを売ってる人の約半数以上がパチンコが原因で借金したことがあるって結構恐ろしい。確かに。しかも、まあ、これがちょっと次の質問というかグラフになるんですけど、はい、借りた先がどこかっていうのが、はい、おもろいな、こちら、はい、確かにこれなんですけど、はい、怖い、ほんまに怖いのが、まあ、65% が消費者金融が高いと思います。マジです。僕もその一人です。ですよね。はい、だから多分言えないんですよね、パチンコ。いや、確かに。パチンコ自体から金を借りるっていう。だってこういう人おるやん。買った時だけ報告してくる友達って。うん、で負けたら絶対言わへん人みたいな、うん。そういう人って結構消費者金融行ってる可能性高いと思うんだよな。俺それやったから。そうです。うん。恐ろしいな。ちなみにその次は？その次は、まあ、友達ですね。ああ、なるほどね。期待値稼働するために元手がないから、例えば50万借りますとかで消費者金融やったらまだ可能性はあるんだけど、まあ利子も計算した上でプラスなんやったらあれやけどさ、なんでかっていうと僕がもともと事故しとった時の人が資金パンクしそうになって、はいはいはい、最終150万どっかで買うものかもしれない。あ、そうなの。そう、こういう返しとったんですね。次がよく打つパチンコ台と勝ちやすいと思うパチンコ台、この2つ、はい、エンジョイ税と期待値稼働税の、はい、まあ、差はどんなものかというグラフがこちら。これちょっと、まあ、人数若干減って1000人じゃなくて200人のデータになってるんですけど、はい、エンジョイ税の方よりも期待値稼働税の方が海を打ってる割合が結構やっぱりね、やっぱりそうですか。まあ、海といっても、まあ、沖海とか大海とか全部来るもんね。まあ、天海もあるしな。そうです、そうです。何でもあるやろし。エンジョイはメインばっかり行くんじゃなくて、なるほどね。買ったと思ったら海とかも触らないといけない。もちろんね、メイン使えるときあるんですよ。ユニコーン、エヴァ、あるんですよ。で、まあ、このグラフで言えるのは、
信頼も期待値勢には含まれてるんですよね、うん、これ何が言えるかって言ったら、信頼強いお店を知ってる可能性があるってことやね、うん、信頼をやたら強くしてくれるお店があるから信頼を狙いに行くみたいな店が手札の中にあるってこと。信頼はあかんみたいな情報結構回るやん。あ、ありますね。な、信頼は打った方がいいみたいな、はい、それを鵜呑みにして打たへんっていう可能性もある。そうですね、まあ、グラフ見たらちょっと勘違いするかもしれないですけど、はい、現状維持の方の信頼が全く色がついてないんですけど、うん、信頼を打たないっていうわけじゃなくて、まあ、よく打つ台はどれですかっていう質問なんです。なるほどね。実際信頼は触ってると思うんですけど、まあ、基本的に打つのはまあメインところが多い、うん、という感じ。やっぱ海は露骨に出たな。露骨でしたね、うん、これおもろいな。やっぱな、やっぱ U タイムもちょっと入ってるかなと思うんですけど、 U タイム機搭載の台ってことやろ。はい。でこれがまあよく打つパチンコ台の方、次が勝ちやすいと思うパチンコ台、はい、こちら。これ矛盾してるよな、うん、エンジョイ勢の人さ、はい、海は勝ちやすいと思っとうけど海打たへんってことやもんな。そうですね。頭では分かってるけど行動が全然怖いであと明らかに差があるのが、え、これもおかしいよな。はい、エンジョイ勢の人信頼勝ちやすいと思っとんのに信頼打たへんもんな。そうですね。単純に取れへんとか。そう、それもあるんです。ああ、なるほどな。思った以上にアマデジが勝ちやすいと思ってるってことか。そうですね。エンジョイ勢の人は。で、プロの人はまあ使えるところがぶっちゃけ少ないから、まあ狙いにはあんま入ってこいよねみたいな感じだから。そうですね。で、まあ縦比較もすると、よく打つパチンコ台で、はい、まあメインとか、打ってる人が多いけど、やっぱり、勝ちやすいっていう方向に目を向けたら、まあ、海がやっぱ多くなる。なるほどね。やっぱパチプロやる上で海はやっぱ避けて通れん道やからな。今度ね、また海の5かな6かな、信頼出るんで、ぜひ皆さんご指導の方よろしくお願いします。ということで、いかがだったでしょうか。まあやっぱね、エンジョイ勢の人、第一稼働をやってる人、まあ、差がね結構露骨に出たんじゃないかなと思う、まあ調査になりました。今現状ね、エンジョイ勢やと思う人も、まあ、期待事前にね、もうすぐに転向することは余裕で可能なんでね、一番やっぱ結局何が言いたいかっていうと、 SNS は大事やという、情報収集を怠ったらやっぱ負けるという結果になったんじゃないでしょうか。ということで、本日面白い調査協力していただき、皆さんありがとうございました。バイ。さあ、どうもアサンです。わっさあ、今日はですね、はい、アサンに質問をしていこうかなということです、ね、あなたは大丈夫ですか。この質問をしている人は負けてる人です。ドキッとしたわよ。まあまあ、負けてる人がよく質問をする前にですね、はい、それとは関係なく、はい、単純にまあよく来る質問ですよ。あ、よく来る質問ね。よく来る質問にまず答えてもらおう。はい。で、その後に、負けてる人がよく来る質問を答えてもらおう。まあ、質問コーナー、過去に何度かやったことあるんですけど、もしかしたら、質問かぶってるかもしれないんですけど、その辺ご了承ください。お願いします。出来払い、しつこい。しつこい。これも質問コーナー、1年前ぐらいの質問コーナーにいましたけど、今はね、もうこうやってね、多くの人に見られるチャンネルになって、しっかりね、税理士さんの方に依頼して税金を納めさせていただいております。はい、もういいですか。待ってましたね、今までのカウンターを合わせて。もうしつこい。撮影許可は撮ってないことのが多いですね。最初の方撮ってた時もあるんですけど、今は基本的に注意されたら撮影やめます、すいません、ここのお店撮影禁止なんでって言われたら、それ以降絶対に撮影することはありません。まあ、あとは僕 Twitter からの挑戦状みたいな企画もやらせてもらって、基本的には Twitter フォローしてくれてる店舗さんに行ったら、まあ撮影間違いなく大丈夫なんじゃないかなという勝手に思っておりまして、フォローしてくれるお店によく行くことが多いですね。なので、まあ撮影許可は取ってないってことになるのかな。だからでもいいっていう、そのまあシグナルを出してるの。そうですね。頼んでいただいてもいいですね。ということです。はい。パチプロなんですか。どっちなんでしょう。まあよくあるな、これも。
チプロなの？お前はパチプロじゃねえ。あ、はい。もうぶっちゃけどっちでもいいですね。もうだから他人にパチプロじゃないパチプロやみたいな別に言われるのでどっちでもいいですね。まあこれはおそらく森谷さんとか、まあ、エクセルジャパンの森谷さんとか、まあ、あと他いろんな方いるとは思うんですけど、ツイッター上で有名なパチンコで生計立ててる方とか、まあ、数多くいらっしゃると思うんですけど、まあ、おそらく僕と同じ意見持ってる人が多いと思うんですけど、周りにどうこう言われても別にあんまびくともしないっていうか、お前はパチプロじゃないパチプロやみたいに言われてもあんまりどっちでもいい。ぶっちゃけその目の前に終始ついてきてたら別に結果オーライって言ったらあれやけど、どっちでもいい。別にそういう人に承認してもらう必要ないんだ。そうだ、自分にはしか分からへん結果があるから、簡単に言うたら稼げてたらよくないみたいな。女優をタイターとして、うん、やってるわけになるって言われると自分がもう大事だから言います。そういうこと。それけどうまいわ。そうでしょ。まあさ、パチプロやなって言われたら、まあ、嬉しいは嬉しいですけど、まあだからパチプロとしてのその誇りみたいな持ち合わせてないから、どっちでもいいです。ただあの過去もそうやし今もそうやし、パチンコでその生計立ててきているので、そこの自信だけはあるっていう形ですね。ミゲルがいつも回ってるのなんで、ああこれも、サブチャットどっかで答えたと思うんですけど、まあ、今あのミゲル君は僕の内子さんとして、働いてもらってますので、できる限りね、いい台両台を、ミゲル君に売ってもらって、僕がまあそれよりちょっと劣るような台を触った方が、まあ、僕はこう店徘徊したり、まあ、いろいろね店舗回ったり状況把握したりするので、まあ、基本軍団とか複数に打ち子使ってる方は、まあ、おそらくこの方法を取ってると思うので、まあ、昔はねその技術介入効く台 AKB とかガロとかオーニングシャとか、まあ、そういう台難しい台はあの技術持ってる僕が打ったりとかやってたんですけど、今はもうそういう技術効くような台もなかなかないのでね、分もある台を打ち子さんに打ってもらってとかいう形にしてます。もちろん、ミゲル君がね先にお店入って両台を掴むっていうパターンも何回もあります。それはもちろんあります。動画見てもらったら分かると思うんですけど、基本的に僕が抽選番号を後ろで言ってるので、僕が入った時には自分が打ちたいなという台は空いてないことがよくあります。よくあるな。跳ね物は打たない。跳ね物は打たないじゃなくて打てないです。これはまあ、跳ね物はもう別物やと僕は考えているので、まあ、例えるならパチンコを人間と例えてください。羽物が女で、僕らが売ってるデジタルのパチンコっていうんかな、電子パチっていうんかな、が男です。ぐらい違う。全然違う。全然違う。だからもう勝ち方はぶっちゃけもう羽物は分かんないです。時給高いっていうのは知ってるんですが、独自で羽物打ち方勉強してみたいな道もあったと思うんですけど、いや今までしてこなかったですね。なので羽物得意な方、勝ち方知ってる方いたら、ね、ぜひ教えてほしいなと思います。お願いします。よくある質問に関してはこうなんです。この質問してる人は負けてるであろう確率が高い赤保留、そういう感じです。ましては金保留、負けてるであろう人がよく知ってるであろうと思われる質問なんやそれが。難しい。いきましょう。いきます。はい。箱の回転率の計測方法は、ああこれはね、どっかの動画でも言ってるとは思うんですけど、例えばなんですけど、箱をめちゃめちゃ綺麗に入れて、すり切りと言われる、まあ、綺麗に箱を入れて、ここまで入れたら何玉みたいな測り方をしています。例えば、5段綺麗に入れて、まあ、1回それをねレシートに書いてください。1回流してバーって見て1700と出たとします。ほんなら、まあ、そんだけ綺麗にそう同じように作ったら1700で統一されるので、1700玉割る250玉イコール、まあ、6.8 になると思います。おそらく6800円分の玉数ってことですよね。で例えばそれで、まあ、200回転回ったら200回転割る、6800円なので 6.8 イコール1000円ベース何回転で回ってるか分かるという方法で、測れます。なじゃあ次、はい、演出に対しての知識がないのはなぜ。あ、演出に対しての知識がないのは、まあ、演出、例えばこの赤保留が 40%、 金保留が 60%、 分かったところで勝ちにつながらないからです。まあ、演出してた方がもちろんパチンコ楽しめるし、まあ、あとはこれめちゃめちゃ熱いって分かってたら、保留貯めなくて済むんで多少なりでもメリットあるんですけど、
そこまで深く知る必要はないかなと。ただ一つ言えるのは、今のめっちゃ暑かったんじゃんがみたいな、みたいな、ゼブラやったねみたいな、今の何パーセントなみたいなので調べることは結構あります。まとめると、勝ちに別に繋がらんからかな。だからぶっちゃけパチプロで演出1から10まで主導したのかっておらへんと思う。ポルコンで出玉操作されてるんですか？ポルコンで出玉操作されてません。まあ、これはね、何のチャンネルやったかな、表研修っていうチャンネルで副店長やったかな、副店長っていう人が多分動画で出してるんで、それ見てもらったら分かると思う。僕より全然そのホルコンに対しての知識めちゃめちゃあるし、それめちゃめちゃ詳しいこと言ってたと思うんですけども、ざっくり言ったらないです。もし仮にその質問者さんが言うようにホルコンで出玉操作されるんやったら、勝てる人ゼロ人になりますね。この地域に周りのお店がありません。これはちょくちょく来る質問ですね。回るお店がないというか、探してないだけだと思います、おそらく。これはちょっときつい言葉になるかもしれないですけど、もうちょっとその行動範囲を広げたら、まあ、車で例えば30分までのところしか今まで行ってませんでしたっていうやったら1時間にするとか、もっと距離を伸ばすとか、そういうことをしないと、もうぶっちゃけ今はもう厳しいんで、まあ、そこまでそんな有料店みたいなのもやっぱ多くはないので、それぐらいしないと、まあ回る台っていうのはつかみにくくなってる時代ではあるかもしれないですね。打つ時間より、店舗を探す時間にかけた方がいいかもしれないですね。おお、名言出ましたね。打つ時間が全てじゃなくて、店舗を探す時間、台を見る時間もかなり腕の上がる時間やし、勝ちにつながる時間なんで、打つ時間を削って店探す時間、台見る時間に費やしてください。これが名言出ましたね。あとはあれですね、いろんなコミュニティに入ったり SNS で情報を吸収するというか、情報を得る、全部が全部信用できないんですけど、まあ、そういう情報を仕入れつつ、まあ、あとはデータ見てどれぐらい回ってるんやろみたいな逆算とかできたりするので、結構まあだから緻密な作業ですね。そういうことをしっかりやればおのずと回るお店につながるんじゃないかなと思うので、ぜひそういうところに時間かけて頑張ってほしいなと思います。オーダープラスでいくら長くしますか？ボーダープラスいくらなら打ちますかって質問は、なんか合ってるようで若干ずれてるんですよね。もうめっちゃ極論言ったら、めちゃくちゃ極論言います。まあ、お給み法っていう台があるんですけど、まあ、16ラウンドで1390点が表記かな。例えば、まあ、もう20やとします。じゃあ僕が例えば2プラス2の台で打ちますって言ったら、22で回れば僕は打つってことになりますよね。ただ1390、16ラウンドで1390取れるって言ってるのに、時短中に100回転で1000玉減るようなダイエットします、それが。けど僕がプラス2って言ってるから打たんとあかんよ。けどこれ期待値ゴリゴリのマイナスなんで、実際は打たないんですよ。だから結局どこを見てるかって言ったら、期待値あるかないかで判断してます。期待値あるかないかですね。だからその期待値あるかないか判別する方法はって言われた時に、今やったら Twitter とかでね、無料でね、いい情報を配信してる方とかいるので、まあ、僕のフォローの中で探してもらったらいいんじゃないかなと思います。じゃあ次、はい、ラスト、はい、これも結構あるですね。ユータイムの方に何回転ならしますか？なるね、よく見ますね。ミゲル君に質問です。はい、例えばガロでザン5の台があります。はい、あなたは打ちますか？ユータイムまでこれだけを聞いたら打ちたいですけど、まあ、台がどういう状況なのかはちょっとわからないので、台はへそバッテンになってます。ダメですよ、弾入らないですよ。1000円でゼロ。そこまで持っていったやつすげえよ。打たないです、ね、打たないですよね。はい、そういうことなんですよ。結局その残何回転が重要、まあ、例えばそれも重要なんですけど、まあ、どれぐらい回るかっていうところも重要なんで、そことのバランスですね。残何回転だけでは決めかねます。残300回転、うわうまそうやなと思っても、まあ、実はそれ期待値マイナスとかいう場合も全然あるので、まあ、結局そこまで期待値があるかないかでの判断なので、まあ、これまた、まあ、僕ツイッターとかでね、いろんな紹介してる、まあ、U タイム企画とかで出させてもらったダクオさんとか、まあ、いろんないいノート、期待値ツールのノートとかね出してる方いるので、まあ、そういうのを参考にしてね立ち回ってみたらどうでしょうか。全然結果出てるしいっぱいいるので、そういうノートでね、しかも無料やし。あとは有料ノートとかもあるとは思うんですけど、
まあ、必要があれば交流も考えたらいいんじゃないかなと思います。なるほど、考えます。ただ10万ぐらいする商材で全く役に立たない情報もあるので、まあ、僕のチャンネル見てくれてる人の中でほんまに勝ちたい、マジで勝ちたいんですっていう人は、僕のツイッターのフォローを僕がフォローしてる中で探してほしいなと思います。じゃあ間違いないんじゃないかなと思います。はい、こう結構だから質問を見てたらね、ちょっとずれてんなじゃないですけど、まあもしかしたら負けてる可能性が高いかなと思った質問をチョイスさせていただきました。まあ、ただね、負けてる人が全部悪いというわけじゃなくて、ほんまに勝ちたいからこそ出る質問やと思うのでね、ぜひほんまに勝ちたいよっていう人は今日僕が伝えました期待値ツールとか、まあ、そういうのもぜひ調べてもらって、ね、本物たち前に生かしてほしいなと思います。じゃあ今日はね、いつも の稼働の回じゃないのでトーク回なので、今日は久しぶりに僕のあるあるいらしていただいてよろしいでしょうか。あー、そのあるはい、よろしいでしょうか。初めて行ったお店で、うわ、マジ監禁所わからん、え、どこや、え、こっちかなと思った時、だいたい可愛い店員探して場所聞く。ありがとうございました。僕はもう前もって可愛い店員にどこに監禁所あるんですか。一緒やないか一緒やないか探してはいないから、もう先に聞きます。なるほど、はい、どうです。まあ、今日のあるあるでした。ありがとうございました。ジュース、どうもあさんです。今日なんですけど、パチンコで負ける人がよくやる行動について話していきたいなと思います。このチャンネルなんですけど、約10年パチンコで生計を立ててきている僕が無料で有益な情報を発信するチャンネルになりますので、ぜひパチンコスロット好きの方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やってますので、ぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。早速本題に入っていきたいんですけど、パチンコでよく負けてる人がよくやる行動について話していきますけど、僕は過去よく負けてる人でした。ちなみにミゲル君は負けてる人でしたが、まあ、その経験を生かしてどういう行動をやってたんやろっていうのを見返した時に、まあ、あるね、行動っていうのが見えてきてるので、まあ、それについて話していきます。一つ目、すぐに持ち玉を現金に変えてしまう。これね、僕も過去にめちゃめちゃやってたんですけど、例えばね、2万円入れて、で、玉がブワーって出た時に、とりあえず一旦自分が今何ぼ買っとんか知りたいと。わかる。で、2万円突っ込んで、じゃあ2万5千円返ってったら、あ、5千円できるから、5千もうちょい売ってみようかなみたいな。いや、安心を得る。そうそう。それはマジでやめた方がいいですね。で、これまあ、10日交換の場合は、まあもしかしたら別に、そんな悪くないと思うんですけど、やっぱり動画効果の場合でも、やっぱハッスルってあるじゃないですか、お菓子とか。それは増した方がいいと思うんですよ、僕は。それもやっぱ、結局、チリも積もれば、みたいな感じでお金にかかるので、まあ、動画の場合でも僕はチョ玉をすることをお勧めします。基本的にやっぱ僕、お菓子とかの今もらっても、結局全部返すんで、店に。いらないです、みたいな。これはほんまにやめてください。これマジでようやくとしてる。あ、じゃあ、ミゲル君、二つ目。上のデータランプあるあれのグラフを真剣に見てる人。盤面見ずに、上のデータを見て立ち回る人。もう目線でだよ、ね、まあけど、今はそういう人多いやん。データで買ってますよ、みたいな人おるからさ。あ、いるんですね。いや、おるやろ。おるらしいから。あ、まあ、それはそれでまあ、俺も、その否定、そうする、あれもないけど、まあ、俺とか、まあ、ミゲルはボーダー理論に立ち回ってったから、まあ理解はしがたいような。まあそうですね、なんか。三つ目。あ、三つ目は、自分の家の近所のホールに行く人。まあこれは、一例を除くというか、たまたま自分の家の近くに有料店がある人は、そんなことはないと思うんですけど、まあやっぱりけど、なんでそのパチンコ屋に行ってるんですかって、聞いた時に、自分の家から近いからって答える人は、よく負けてる人の、考え方なのかなと僕は思います。やっぱり僕も過去見返した時に、基本的にやっぱ自分の家から近いお店にしか出向いてなかったですね。僕はその当時はもう決まったホールにしか行ってない。ああ、その理由はなんでそこに？あ、単純に近いから。一緒か。となんか感覚的に話そう。まあけど今もパッと思ったのが、はい、俺この店空気好きやわとか。なんか落ち着くわとか。可愛い店員おるとかね。そうそうそう。はい、それじゃ、やっぱ負ける人やな。負けますね。そうやねんな。俺も、当時な、
可愛い店員がおって通ったけどな。まあとか、まあ、売ってる時とかにその台やめたいって思って売ったんやけど、うん、たまたま隣に座った女の人がすごい綺麗な人で、うん、横ちらって見たらこのシャツのこの隙間ぐらいからちょっとこうなんていうかな、まあ肌着がお見えになってらっしゃってそれをもうとんでもなくこう右目に全てのこの力を集中させて、もうそれを見ようとしすぎて気づいたら4万負けたんでしょ。そんなパターンないやん。そんなないやん。で、これ見てる方はね、もうとにかくそれ気をつけてください。あの横に美女来た時は大体ハニートラップなんで。ハニートラップなの、はい、それ店からの刺客なの。そうです。そんなやつ俺ら、そんなんないやろ。4つ目、デトン。デトン。出んの。あの店出とん。あ、そう。あの店出んの。まあ、これ言う人やな。出る、出てないはもう稼働率次第やな、ね。まあ、カットの人は使わんから、確かに使わんかもしれん。あの店回るんやな。うん。俺はやっぱ、そうやな、よう負けとうときは出とん使いよったわ。あの店出んやろとか、結構普通な、マジな顔して言いよったから。うん。けどやっぱ、未だにやっぱさ、飯食いに行ったりとかしたらさ、隣のテーブルでさ、どこどこどこの店ほんま出るよな、とか。いや、あの店出んやろとか、話聞いとって、いまだにやっぱこう情報発信させてもらっとうけど、うん、やっぱなかなかこのパチンコスロットのリテラシーって上がらんねんやなって、こう思い知る瞬間でもあるよな。5つ目は自分が行きたいタイミングでパチンコ屋に行く人ですね。あのやっぱりあの、まあ、僕とかもそうなんですけど、自分のタイミングではあんまり行かないんですよね。例えば暇やからパチンコ屋に行こうとか、まあそういうのがあんまないんですよね。まあ基本的にやっぱ、それはお前はパチプロやから、あの、パチンコに当てる時間いっぱいあるから当たり前やんけって思われる方もいるかもしれないんですけど、まあ基本的には僕はその、パチンコ屋に合わせてる。例えば A グループの店が特定日やったりとかしたら、そのパチンコ屋に合わせて僕が行くんですよ。B、次の日が B グループが特定日やったら次は僕がその B グループに行く。基本的にはパチンコ屋の動きに対して僕が合わせに行くんですよね。で、まあ、よく負けてる人っていうのは自分の動きにパチンコ屋を合わせるんですよ、うん、基本的にやっぱ空いた時間しか打てへんから無理やんけと思われる方いるんですけど、その空いた時にじゃあその日一番強い店、一番いい店はどこなんやっていうのを考える方がまずいいかなと思います。間違いないです、うん、まあ結構明日急に休みって言われたら調べる時間結構短くなってしまうかもしれんけど、ある程度その情報をこう持ってたら1時間もあれば大体店決まると思う、うん、そんないらんと思うけど、確かに明日この店行こうって大体決まると思うんで、うん、そこをまず頑張ってほしいかな。打ちたい台がこれなんやとかそういうのを決める前に店選びを頑張ってほしい。だからまとめると5個目は自分の都合に合わせてパチンコ屋に行く人プラス店選びをおろそかにする人やな、うん、だからほんまにパチンコで勝つためには僕はほんま8割9割店選びが大事だと思うのでそこ集中するべき。6個目は離席する人。基本的にパチンコスロットっていうのは回る台を掴んでなんぼっていうのがまあ基本なんですけど、スロットやったら設定、パチンコやったら釘が大事やねんけど、基本的にはその考え方で言ったらその回る台、設定入ってる台を分回してなんぼやから、もう1回転でも多く回してなんぼなんですよ。パチンコで言ったら1回転回すごとに5円入ってくるとか7円入ってくるとか10円入ってくるとか、そういう一応考え方なんですよ。スロットも一緒、1回転回せば何十円入ってくるみたいな考え方なんですけど、これがまあ期待値理論っていうやつなんですけど、せっかく掴んでるのに全く分回さへん人おるから、基本的にはやっぱ分回し、一回転でも多く分回す、その意識がやっぱ、負けよく負け通しはその意識がないから。で逆に全然回らへん台を分回すし通しもおるから逆に金持ちっすよ。マイナス何円をチャリンチャリンチャリンって店に入れとうだけだから、それはそういうことですよね、うん、パチプロと呼ばれる人はプラスになる台を一回転でも多く分回す。だから僕が結構昼飯行くって言った時に昼飯行くんやみたいな結構コメントがあるんですけど、まあそこの期待値もあるし、僕は人生の期待値も込めて昼飯は行くんですよね、うん、長い目で見たら昼飯食った方がいいと思う、うん、プラスね、やっぱ昼飯抜いてまでも打ちたいってなるような台最近あんま掴んでないですよ。そう、いや、あったな、まあ、あったっすけど、あったけど、はい、俺は体の管理の方が大事、まあ、だから僕昼飯を抜くことはできひんから
タバコをやめたんですよ。あのタバコで数時間で多分1日にしたら何ぐらいあるやろ、喫煙者やったら2、30分はあるんかな。その時間はほんまに僕の中ではもったいないなと思ったから、全店禁煙化、全面禁煙化になる前にタバコをやめた、うん、ただ昼飯はやめるのは無理やったって感じやな。まあまあ俺若い時はな、全然飯抜きでやっとったけど、今は無理。まあ家族がおるからな、体は壊されへん。じゃあ7個目、これじゃあ最後にします。ハマってるライを永遠と売ってしまう人。こんだけ俺が自分の金にはめたんやから、もうこれは出すまで気が済まんみたいな人。違いない。これはもう昔俺もやったけど、自分もあったっすよね。沸点が軽い人っていうか、いやし、なんかめっちゃハマっとうない見つけたら、うん、もうそろそろ当たるんちゃうかなって。あ、そうやな、その考えはやばいな、はい、ゼロ回転だろうが2000回転だろうが一緒やから、当たる確率は、うん、だからその考えは大事かな。未だにやっぱな、ハマってもうすぐ当たると思うんですけどみたいな、うん、あるけど、いやそれはな、簡単に言ったら319個箱の中に卓球が入っとって、卓球の球が入っとって、うん、1回引いてハズレの球を捨てるんやったらハマった方がええわ。確かに。けどそれパチンコの場合戻さなあかんから、うん、引いても戻して319個の卓球の球がずっと箱の入っとう状態やから、0回転でも1000回転でも常に319分の1から1個引くみたいな。永遠にハマるっていうことはまああり得るはしないですけど、うん、そうやな、いつかは当たるんやけど、うん、結局俺がじゃあ例えば2000回転の台見つけて、おっしゃ今から2000もハマっとうから売ったろうって座ったら、俺からしたら0回転やから、うん、常にその考えができとったらまあ大丈夫かな、うん、と思う。だからそのハマっとうからもうすぐ当たるかもみたいな考えの人は絶対負ける傾向にある、うん、こんな感じでまあ負けてる人の特徴を話させてもらったんですけど、まだまだね、ほんまにいっぱいあるんですよね。なので、まあ、コメントとかで、まあ、教えてもらったら、またね、まあ、そのコメントで、まあ、面白い動画が撮れるかなと思ったら、またまとめて、動画にさせてもらおうと思います。まあ、今日の動画が参考になったよって方は、最後に、高評価ボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。では、どうもあさんです。今回なんですけど、まあ、もうすぐね、大型連休というゴールデンウィークが来ると思うんですが、このゴールデンウィークに、パチンコ屋に行くべき理由を、この動画で、伝えたいなと思います。おゴールデンウィーク、いろんなチャンネル見てる方たくさんおられると思うんですが、まあ、基本的には口揃えて言うのはゴールデンウィークは厳しいから行くべきではないと作られてる方たくさんいると思うんですが、まあ、その中で僕は逆張ってこのゴールデンウィーク絶対行った方がいいよという、まあ、理由と、まあ、裏付け、まあ、根拠、そういうの全てこの動画で言おうと思います。経験上で、まあ、過去のデータとかを、伝えるんですが、まあ、あくまで地域でもしかしたら変わるかもしれないので参考程度でよろしくお願いします。じゃあまずゴールデンウィーク、まあ、ここ最近のゴールデンウィーク何してたかっていう話、まあ、あとはパチンコ屋の流れみたいなのをまずおさらいしたいんですが、まあ、去年のじゃあゴールデンウィークどうでしたか、考えてみてください。去年のゴールデンウィークはコロナで家引きこもって、はい、そうですよね。去年のゴールデンウィークはおそらくパチンコ屋空いてなかったんで皆さん家に引きこもってたんじゃないかなと思います、まあ、僕ももちろんミゲル君も、この時は稼働はできてない状況なんで去年のデータはなしという感じになります。パチンコの中にチートデでしょ、空いてなかったんじゃん、どこも空いてなかったんじゃん、おそらく多分ほんまの最後の方が多分常になかったりしますけど、うん、5月ぐらいだったらあったんじゃないですか、あったんかな、まあ、その前の年、まあ、2年前何してたかって言ったら、まあ、ゴールデンウィークの定義からまず話すと、僕の中では5月1日から5月5ぐらいの、まあ、土日終わった月曜日までみたいなイメージなんですが、5月1日どこ行ってたかって言ったら、基本的には外さないお店で稼働してました。1日が強いお店で稼働してたんですが、データを見返す限り使ってました。打ち切れてなかったですね。やっぱりゴールデンウィークって、正直厳しいんですよね。じゃあその前の年何してたかって言ったら、データを見返す限り2年前と同じ店で同じ機種売ってました。なるほど。その時はカツカツ打ち切ってましたね。ギリ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 。その時おそらく軍団持ってて、もうゴールデンウィークやけど、まあ、やっぱ出勤したいっていう打ち子さんが多かったんで、もうギリギリでももう行っちゃえみたいな、もう、まあ、マイナス叩いてでも打ち子さんにお給料払おうみたいな時期やったから、もうギリギリ行ってたかなっていう感じやったんですけど、まあ、それでもやっぱ厳しかったんですよね。基本的にはこの、その僕の行ってるお店の1日ってはガセらないんですよあんまり、まあ、他の店も何回か回ったことあるんですが、まあ、厳しいお店が基本的には多い、ただ外さへん店も中にはあるっていう感じなんですが、
まあ、全国的に見て外さないよという自信のある方、できれば DM 欲しいです。そう、ありがとうございます。多分おらへんやろけどな。たとえそれが北海道だろうと沖縄だろうと。まあもうまあ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 早速揺らいでるじゃないですか。いや、気がすごいよ。すぐに元取れないんで、まあまあそれぐらいネームバリューがある、これは行った方がいいみたいな感じだったら行きたい、行きたいですね。で、まあ、過去を振り返って話させてもらったんですが、まあ、過去と今年のゴールデンウィーク、めちゃくちゃ違う点が1個だけあります。これパチンコの場合もう明らかに違う、それが U タイムが出たことです。これ去年はなかったんですよ。あったとしても、まあ、まだ浸透してなかったかな。で、一昨年ももちろんないんですよ。で、今年のゴールデンウィークから U タイム狙いという新しいジャンルができたわけなんですが、今までの、パチプロ、まあ、僕みたいにパチンコでほぼ生計立ててる人、スロット関係なくね、で立ててる人っていうのは基本的に平打ち、まあ、朝から回る台を粘って打ち続ける平打ちと、潜伏狙い、まあ、この2個でしか立ち回れなかったわけなんですが、今年のゴールデンウィーク、この2個にプラスして U タイム狙いっていう強力な狙いジャンルができたので、今までのゴールデンウィークとは一味違うんですよ。で、さらにゴールデンウィークの強みあります。それは何ですか、ミゲル君？まあ、稼働率が上がる。正解。素晴らしい。ブラボー。さすが俺。さすが俺。そうなんです。ゴールデンウィークってめちゃめちゃ稼働率が上がって、U タイム狙いする上ではこの上ないシチュエーション整うわけなんですよね。ただ、まあ、他の YouTuber さん、他のパチプロの方が言う通り、ゴールデンウィークってめっちゃ厳しいです。なので1000円あたりの、何回転みたいなのは確実に下がると思います。だから思った以上に期待値は詰めないという状況は出てくるかもしれないんですが、唯一立ち回れるとしたら U タイム狙いが、いいんじゃないかなと僕は思ってます。なるほど。メリット、デメリット両方あるということですね。そうですね。めちゃめちゃガード硬い女やけど、まあ、野球のいいシチュエーションに連れて行って、うん、まあ、いけそうみたいな。そう、どんな例えなどういう例え言うたら難しいかもしれない。言うたものでよく分かってないです。今までのゴールデンウィークは回らへんからもう無理だけやったので、潜伏ついてる台なんかほぼないし、あの女ガード硬いからもうええわ。そう、なんなんその例え。まあ、これが行くべき理由一つですね。まあ、勝ちに特化した人やったら U タイム狙いだけで立ち回るっていうのはおすすめかなと思います。ただ、まあ、ゴールデンウィークにしかパチンコ行けないよと、今までその仕事が忙しくてね、まあ、厳しくても打ちたいんやみたいな人も絶対いると思うんでね、まあ、そういう人は別に今の否定はしないです。まあ、僕も10年前そうやったんで、あのしっかりね、ゴールデンウィーク行ってね、僕に負けてお金がなくなって早く仕事始まらへんかなっていう時期もありました。絶対やると思う。人間あるんですね。そう、暇すぎて、もう早く仕事始まってくるよみたいな。仕事、早く仕事して。金あるときは、まあ、仕事は、まあ、休んでやっしゃーみたいなのあったけど、大体1日が2日で金なくなって、もう早く仕事始まらんかなみたいな、そういう感じがありましたね。じゃあ、ここでね、僕の、まあ、小休止ということで、僕の、じゃ過去のゴールデンウィーク事情を話すと、まあ、これはパチプロになる前の話なんですけど、まあ、当時ね、付き合ってた彼女とゴールデンウィークに、USJ に行く予定を立てまして、まあ、早速ね、僕がパチンコに行ったわけなんですけど、まあ、案の定ボコボコにやられまして、次の日、彼女との USJ ということなんですけど、お金があらへんと、どうしようということで、風邪ひきました。当日かっこ仮病です。強制的に風邪ひかして、そう、その当時の彼女は、風邪ひいたやったらも仕方ないねと、また今度機会あれば行こうっていう優しいことをかけてもらい、そうなんです。パチンコやってる人やったらこれあるあるやと思う。マーサのクズエピソード大体彼女が絡んできます、ね、そうなんです。すいません、まあ、そういうのも一旦置いておき、まあ、2つ目、パチンコやってどこで利益調整してるんやっていうのが明確に分かる期間でもあります。これがどういうことかって言ったら、パチンコやって組調整で利益を調整してるんやってのが如実に見えますね。行けば分かる。何が分かるか、組がガッチガチに締まるっていうことなんですよ。あの今まで見たことない以上にへそが締まったり、調整がめちゃめちゃ悪くなったりみたいなテンポがゴールデンウィーク増えると思います。まあ、てか思いますっていうか、過去の経験上多いんですよ。なのでそれを見たら
で結構それが確信に変わる人も多いんですよね。あ、ほんまに釘調整ってやっていいんやみたいな、まあ、ほんまはあかんとされてるんですけど、あ、店って釘調整で利益コントロールしてるんやってのが分かれば、釘調整してることが分かれば、それに対しての勝ち方が分かってくるみたいな感じですね。パチンコの勝ち方みたいな、いっぱいあると思うんですよ。いいものであったり悪いものであったり商材であったり、そういうのを統一できる、自分の頭をきれいにリセットできる期間でもあると思います。あ、なるほど、うん、でもそれがもう答えなんですっていう感じだから。だっていろいろ理論があると思うんですけど、その理論って別に釘調整せんでもよくないっていう理論多くないですか。やけど店って釘調整してくるんで、もうそれが答えなんですよね、という、まあ、期間でもあるので、それを見抜くために、自信をつけるために、今後パチンコで買っていくために必要なものが分かってくる期間であるので、行くべきかなと、逆に思ってます。ただやっぱり厳しいんで、行くべきやけど打つべきではない期間になってますね。だから行くべき理由と打つべき理由が全然違うので、まあ、行ったからといって絶対打ってはいけない。ただ今までと違っていうタイムが増えてるから、打つべき理由がある台が、まあ、ポツポツあるんじゃないかなという僕の予想。今までよりは正直立ち回りやすいと思うんですよ。いろんな YouTuber が厳しい厳しいと言ってますが、僕は去年一昨年その前の年より食っていく側としたら食える台が多いっていうイメージかな。じゃあ僕ゴールデンウィークどういうスケジューリングなのか説明します。5月1日、まあ、1日が強いとされてるお店に行きますね。見て、まあ、打てなかったらもう撤退してニュータイム狙いに切り替えるかっていう感じです。で、まあ、2日目はおそらく休みになるかな、今のとこ。で、5月3日が、まあ、ジャイロさんと、撮影予定があるので、それに行くという感じですね。で、4日はおそらく休みかな。うん、そうやねんな。なんもない日はマジで厳しいと思うんで、行くのは厳しいかな。ただ、平打ちは厳しいけど、優待見れば全然行けるかもしれないですね。で、ゴールデンウィークの5月5日は、ジャグラーが強いお店なんやったら僕はありやと思いますね。過去 そのデータからして5月5日むちゃくちゃもう強いっていう店、僕は知ってるんで、5月5日だけ、ジャグラー強い店で5月5日、力入れたことのある実績のある店やったら僕はありなんじゃないかなと思ってます。まあ、基本的にはジャグラーだけで、パチンコは厳しいと思ってほしいなと思います。最後にまとめると、タイトルにもある通り、行くべき理由を動画で伝えさせてもらったんですけど、打つべき理由ではないという感じですね。行くべきではあるんですが、打つべきではない。まあ、U タイム狙いでも勝ちに特化したいよっていう方は、まあ、おそらくもう言わずもがな、打てないと思ったら多分打たない人が多いと思うんですが、まあ、少しでもね、勝ちたいよっていう人は、まあ、無理に打ち散らかさない方が得やと思いますね。ただ、去年、一昨年に比べると、今年は U タイム狙いという強力なジャンルが増えたので、まあ、勝ちたいよっていう人にとったら、打てる台数が増えたんじゃないかなと思います。じゃあ、まあ今日も最後にパチンコあるある言って締めたいと思います。今日もあるんですね。今日もあります。まあ、あるわと思う人は最後に高評価ボタン、まあ、この動画が参考になったよっていう方も最後に高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。でも今日のパチンコあるある、まあ、これはね、僕の過去も踏まえてパチンコあるあるというよりかはパチンコカスあるあるでお送りしたいと思います。ごめん1万貸してっていう人の1万円は絶対に1万円で終わらない。あるとしょ、あるわ。どうもアゾンです。今回なんですけど、パチプロが絶対に打たない台を言いたいなと思います。ありがとうございました。イエーイ、見たかったよ。まあ、今回はね、ミゲル君とコネクションズのナオヤンと3人で話していくわけなんですけど、まあ、パチプロが狙う台はまあ皆さんお分かりやと思うんですよ。どういう台でしょうか。回る台、まあ、期待値のある台。大正解やな。まあ、それは大正解、確かに、はい、もうごもっともなんですけど、はい、今やったらまあ名前言ったら初代グドムソウとか、まあおぎみ5とか、まあ、あとは何か漆黒とか、まあ、そういう台を、まあ、狙っていくわけなんですけど、じゃあ逆にとパチプロが打たへん台なんやろみたいな思ったことある人多いんじゃないでしょうか。なるほど、うん、確かに。まあ、今回じゃあそれを発表したいなと思います。ピスタチオ方式で発表しちゃうわけですね。なんで、メグイじゃない。ピスタチオ久しぶりに聞いたな。そうですね、久しぶりに聞いた。全然旬じゃないっていうね。何やったっけって思ったら、あーちゃんとは今
じゃあ結論から言いますね。釘調整されない大です。なるほど。はってなった人多分結構いると思うんですけど、はい、ぶっちゃけ釘調整を一切されない大。ただ、まあ、これ回らん釘調整のまんまってことね。だから こんなガッパガマなやつを釘調整されへんってなったらこれはもうおかしいから。見たことない、うん、逆におかしいからさ。回らへん状態で良くならない大、釘調整されない大はもう絶対にプロは打たないですと。まあ例外は U タイム狙いな。もう U タイム狙いのことは一回度外視して釘調整してくれへん。釘調整してくれないではどんなんかと。そう言うと、言うと、まあ、単純にへそが開かない台とかいう台なんですけど、まあ、それがどういう台かって言ったら、はい、まあ、釘調整してくれへん台、まあ、特徴を言うと、はい、まあ、これやっぱ店とか地域にもよるんで、はい、あくまで僕の経験上で言いますね、はい、一つ目少数機種。なるほど。あ、確かに多いのがバラエティとか、うん、アマデジとかって結構一機種とかになると思うんですけど、うん、まあ、そういうのは、まあ、あまり調整してくれないイメージがありますね、まあ、もちろん今まででそういう機種使えたところあるんですけど、うん、まあ、数で言ったら少ないかな。なるほど。圧倒的に平均的に見てそうっすよね。そうなんですよ。ただこれ何が怖いかって言ったら、その少数機種とかアマデジのコーナーって意外と人気ある台多いんですよね。うん、確かに、まあ、例えばダンバインとか、まあ、数年前結構人気あった台が1台だけポツンと置かれてたら結構打ちたくなりませんか、なりますよね。そういうことです。無理やりっす、答えを聞いて。そういうことです。スロットでもあるやん。で、例えばミドリオンとか、はい、めっちゃ名指しで言ったけど、ああいうあれもだから今って1台今はあるんかな。今あんま見んすね。ああ、だそういうの1台ポツンと置かれとったら昔結構打ち込んだ人ってやっぱ売っちゃうやん。売っちゃうっすね。確かに。でそれは絶対に、絶対にとは言い切られんけど、確率的に言ったらもう打たない台に入りますね、はい、まあ、調整されへん台、うん、まあ、じゃあ、まあ2つ目、2つ目って言ったらあれかもしれないですけど、全体今はめっちゃ結構まあピンポイントで言ったんですけど、全体的に見たらパチンコ店の島津を一回見てほしいですね。島津を見てもらったら死島という島があります。悲しい。そんな奈落みたいなあるんですよ。まあこれはほぼほぼあると思う。死島とは何かって言ったら、まあお店の貯金箱ということですね。まあでもね、逆に全島が生き島やったらもう店が死に島。そうな、店が死に島や。死に店になるんですよね。それに選ばれやすいのが、まあ、バラエティであったり、まあ、ね、ジジゲであったりが多いんですけど、まあ、その新島にもやっぱ特徴がありまして、まあ、例えばなんですけど、生き島はじゃあどこになりやすいんかって言ったら、まあ、入り口、一番でかい入り口の前とか、まあ、カウンターの前とか、一番でかい通路が生き島とかなるんですけど、そうじゃないところよな。が結構死に島になりやすい。僕の結構イメージしてるのは1円パチンコの隣は結構死に島のイメージが多いかな。確かにそうかもしれないですね。そうやろ。っていうイメージ、まあ、もしかしたらそうじゃない店あるかもしれないですけど、まあ、イメージね、うん、1円パチンコの隣の島は結構死に島かなと。でも、まあ、そもそもその境界自体、境自体がもうバラエティが挟まってますので、そうやな、うん、だからじゃあメインは何かって言ったら、まあ、ある程度台数があって、うん、まあ、これ一番大事なんですけど、稼働が高い台が、うん、まあ、メインと。まあ、例えば4列あったとしたら、今はじゃあ、まあ、メインの島に初代北斗無双とか大きい海5があったとしても、まあ、時期によってやっぱ変わるじゃないですか。大事なんですね。そう、まあ、5ヶ月後になったら、まあ、まあ、人気なくなってもって、ただこっちに入れた、まあ、5台構成のやつがやっぱ人気になって、これも増大したくて、けどこれ今こっちあるけど、じゃあメインに入れよっかみたいなタイミングやっぱあるんですよ。はい、その、まあ、それが、まあ、移動、台の移動みたいな。そういう時にも、絶対にそのメインの島に持ってくるんで、基本的にはこの1個当たりの島、まあ、生き島みたいなのがあったら、基本的にずっとその生き島に当たり台、力入れる台っていうのは集まってきます。なので、その店の生き島と死に島を見分けるのが、まあ、コツかな。なるほど。強い場所を探せと。そういうことです。だから強い機種探すより強い場所探した方が早いかもしれないですね。なるほど、わかりました。全体見て回るより、まあ、生き島であろうと思われるところにまず釘を見に行くみたいな。そうです、まあ、その特徴はだからさっきも言ったけど、カウンター前とか一番通路はでかいところとか。でも逆にじゃあ弱い場所、はい、死に島ってどういう機種が入りやすいとか。アマデジとかやね。ああ、一機種構成とかやね。そうっすね。そういうことやろ。聞かれたけどアマデジやねえの言い方が、共通性答えに困った京都先生。いや、俺言わんかったかいな。はい、たまに
い店であるパーソナルと箱が混合してる店、いやいや、あれ結構たまにあるでしょ、ね、あれがもうほんまに分かりやすくて、確かに箱のとこがおそらく生き島でメイン島、うん、でまあパーソナルが、まあ、死に島っていうわけではないけど、うん、まあ、そこまで2番手3番手のような島って感じっていう勝手なイメージです。まあこれは理由はやっぱ後ろに箱をガーン積んでる方がやっぱ人間は出とうってなるんで、間違いないですね、うん、そうですね、箱使うと方が力入っとる。ちょっと見分けるんが難しいなっていう人はパーソナルと箱が混合したお店に行ってみて、まあそういう目を養うのはありかなと思いますね。でまあ一つ注意点、はい、台数が多いからイコールメインとは限らないです、まあ、ここで言うメインとは何ぞやみたいな話をしたら、なんかまあ基本的にやっぱメイン機種と言われる台は台数多いみたいなやっぱ言われ方はすると思うんですけど、まあなんか僕のイメージはやっぱ釘調整してくれる台がメイン機種やと思ってて、32台もボッコン入ってますっていう台でも全然調整してくれへん台もあるんで、多ければ多いほどなんかあの強いみたいなのはあのやばいっす、考え方的にはまずいいう感じかな。まあじゃあ実例出すと、まあ僕が使ってるホールさんがあるんですけど、まあもう何年付き合ってるかな、そのホールさんと7、8年以上の付き合いはあるホールさんなんですけど、はい、ここもう数年、もう3、4年ぐらいかな、ある一定の一機種しか調整してくれません、あからさますぎるっていうホールは全然ありますね。ほんまごくまれにちゃうのを見てる時ありますよね。そう、ただそれは結構信頼が入った時に起こる現象やな。基本的には信頼もマイナス調整してくるお店さんなんですけど、たまに調整ミスることはあるという、まあ、そういうデータはほんま大事かな。一回動いたのを確認したら結構もうその店そればっかり動かすって思った方がいいかもしれないです。あーなるほど、うん、だから例えば今回初代北斗無双を動かして、次回新捕牛を動かして、で次漆黒動かしてみたいな店なかなか最近ないんじゃないかなと思ってますね。ないし、あったらめっちゃおもろい、ね、めっちゃおもろいな。ああそうなの、ね、うん、俺らがその行っとった店で1個だけそれはあんねんけど、めっちゃおもろかったな。ぶっちゃけ今喋った内容に全然当てはまらへん店もあるんですよ、うん、過去にね、まあ、僕とかミゲル君がもうずっと使ってたお店あるんですけど、まあ、そこのお店はねもう死島が分かんなかったですね。もう死島っていう概念がないお店で、まあ、今なんか新ホギアが開いて次武装は開いてみたいなないって言ったんですけど、その店それめっちゃしてくる店やって、あれすごかったっすね。すごかったよな、武装が開いて次の日武装閉まってるけど漆黒開いてて、で次の日漆黒閉まってるけどとある開いててみたいな、だからその辺りを毎日探す日々みたいな店舗やったんですけど、そういう店舗ってほんま少ないと思いますね。実際僕らはあったんですけどね、今日から雨で時間めっちゃ回るぞ、ね、そうあったな。ボーダーめっちゃ高くて、こんなん誰が打つねんっていう台なんでか知らんけどめっちゃ甘い、こんなんだったみたいな、あるんですよね。あっこまで面白かったっすね。面白かったな、はい、それはでもそうそうない、そうそうない、ほんまにごくまれ。今まで全国的、まあ、全国的にっていうかいろいろ行かしてもらってますけど、その店舗だけが なるほど。そんな面白い店舗は基本はもう動いた男は変わらん、動いた男は変わんないっすって思ってください。わかりました。もうここに力入れてるって店が決めたら多分そこに結構力入れると思うんで、まあ、スロットも似てるんじゃないでしょうかね。そうですね、スロットも僕死に島はやっぱあるやろ。あるっすね、確実に、うん、スロットしてる人も結構同じ考えやと思うんで、はい、でまああともう一個の例外がスロパチステーションさんみたいなね、あ、例えば公演があるイベントの時とかスロパチステーションさんは、2ボックスがボーダープラスなんぼみたいな公約があるんですけど、はい、そういう時にもしかしたら新島が選ばれる可能性はあると、まあ、ただ確率は低いと思いますね。おそらく当たり島をずっとその2ボックスにする可能性の方が高いと思うんですけど、まあ、そこにもし当たり島に少数機種があったら少数機種も当たりになる、それも例外かな。例外です、うん、今は押してないけど僕が当たりやからそこも引き込んだわけです、うん、イベントをしっかり守ってくれる店舗さんやったらそういう現象が起きるかな。なるほど、うん、じゃあ、まあ、強いて結構まあ名指しで言っちゃおうと、強いて強いて言うなら、おう、じゃあ何をお前は絶対打たへんのやみたいな、やっぱ気になる人いると思うんで、なるほど、まあ、あくまで僕が言うと今はもう平打ちね、平打ちとはまあ朝からしっかり回る台をボーダー理論で立ち回ること、あくまでそれ僕の意見で言うと、はい、ゴー、あー、なるほど、もう打たへん、確かに長らく打ってないですね、もう打たへん、
ゴーンも打たない。リゼロ。一回も打たことない。そうですね、相手は一回もです、ね、一回もでもない。てかまあこれな出していったらね多すぎてもうわけわからんぐらいなんですけど、まあある程度名前が通ってるやつね。うん、ウィズナとかもそうっすか、ね、ウィズナも仕置き人、その辺ももう絶対打たない。あとエヴァシンクかな。ああシンクね、うん、確かに。あれもまあもうよくなるイメージがわかんな。あくまで僕のあれね、個人との主観。そうそう、最近僕の地域でも言ってますね、個人との主観ね。けどシーフォギアな、関東で打てるとこ俺見てもだからな。あなるほど。そうそう、けどまあ比較的シーフォギアも結構もう貯金箱ちゃうかな。花の刑事レン、ただこれメーカーに対しての文句じゃなくて、これ結局メーカーがどんだけいい台作ってもどんだけ辛い台作っても店の調整次第でほんまなんぼでも変わるんで。確かに店が力入れてない台ってだけなんで。タロン、あのね、あの一瞬を風靡したんですけどね。ウルトラと超乱舞、超乱舞一瞬を風靡しましたね。一瞬を風靡したな、はい、うん、まあ、あのデタラマカンと同じぐらいのスピードで。そうやな、風靡したな、風靡しましたね。朝が打ててない台、打ててない、そうやな、その打たしてくれそうにない台かな。調整してくれへんか、調整してくれるけどそもそもボーダー越えへんみたいな感じもあるな、まあ、その辺がだから僕はほんまに打たへんかなと思いますね。まあいろいろ話しましたけど、まあ、今日の話をまとめると、まあ、一番初めにやっぱできたらいいのは釘調整を見破ることをしっかりと、まあ、そもそもまあ釘調整してくれる店にたどり着くことがまあ大事なんですけど、まあ、釘調整をしてくれること、2つ目死に島を見つけること、3つ目当たり島を見つけること。似てんの、うん、単純にもとりあえず釘調整してくれる台に飛びついたらいいよという感じですかね。俺もこの地域絶対こんなん打たんよみたいな台があればぜひコメント欄で、書いてほしいなと思います。で、まあ、それに対して確かにと思う人はそこのコメントに、まあ、いいねボタン押してもらえたら、まあ、ある程度打たへん台っていうのが出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ、まあ、視聴者さん参加型という感じで。視聴者さん参加は難しいやろ。難しい。じゃあ皆さん一緒に視聴者さん、視聴者さん、難しいな。できればコメントいただけるから嬉しいです。ありがとうございました。デュース、どうもさです。今回なんですけど、パチンコで簡単に勝つための最小の努力を教えます。今回教えるのはまあちょっと技術的というか、勝ちやすくなる方法というか、まあ久しぶりにこういう動画上げるんですけど、過去と比べてパチンコの勝ちやすさっていうのは結構変わってきてるんですよ。ただ勝つためにやることは一緒なんですよ。勝つためにやることとは、はい、見えるか、回る台。正解です。マチンコってもうシンプルに回る台打っとけば勝てるんですよ。っていうのは昔から変わってません。昔と明らかに変わってることがあって、で、まあ、たまにねやっぱ昔の考えをずっと言う人がいるんですよ、パチプロにもね。だそれはちょっと違うかなと思って今回この動画を撮りました。まあ、例えばなんですけど、あるある、お前正社員なんてお前安定した仕事働け、これめっちゃ言われる。誰に言われてる？俺は言われた。誰かの前でしょそれ。で、誰やろう。でも言ったら、大阪にそれ言ったら誰やろ。お前プラプラしとらんと正社員なんて安定した仕事つけ。あれですかそれ。だからマジですか。こういう人たまにいるじゃないですか。なんかまあ飲み屋とかでもなんか昔の考えやなみたいな。ぶっちゃけサラリーマンに就くことによって安定することなんかぶっちゃけないと思ってます。僕はサラリーマンが安定な時代なんかもうとうに終わってるんですよ。っていうなんか時代って変わるんですよ。例えばめっちゃ簡単に言ったら、今当たり前のようにみんな iPhone 持ってますけど、これも時代が変わってみんな当たり前に iPhone 持ってるんですよ。昔ガラケーやったし、こういうことがあるんですよ。でパチンコにもこういう移り変わりがあるというのを今回話していきます。なるほど、はい。僕がまあ軍団やってた時、一番大事にしてたことって、自分の足を使って現場に情報を取りに行く。たまに知り合いの軍団とかがおったら、そこをどれぐらい回ってる、どれぐらいです、なるほど、じゃあ俺あっち行ってみるからあっちの情報渡すな、了解です。で情報共有、身内だけの情報共有。だからほんまなんてサークルみたいなの作っとったんですよ、まあ、知り合いと一緒に頑張って食っていくみたいなを昔結構やってました。けど今ってそういう人なかなかいないと思うんですよ。じゃあこの10年間ぐらいの中で何が変わったか。そうです、 SNS の発達です。なるほど。もう今ってパチンコでスロットで勝つために一番大事なんで SNS です。で
まあその SNS めっちゃ大事なんですけど、まあどの情報を取るかっていうのが一番大事。誤情報をつかむ人もおる。例えばですけど詐欺とかね、パチンコ攻略、お金もらったら教えますとか、まあ、そういうのはまあ誤情報と、まあ、SNS も発達するけど、まあ誤情報もよく発信されてまう時代になったんで、いい情報をどうやってつかむかっていう話を今回したいんですけど、まあ一番初めにやってほしいことは Twitter です。 Twitter をまず登録して、名前何でもいいです。そしてフォローしてください。はい、僕フォローしてもらって、あとはね好きなアイドルでもフォローしてもらったら、その人のつぶやきが見れますと、まあ、そういうもんなんですよ Twitter って。いや、そうですね。まあそうなんですよ。めっちゃ真面目な話だったから、なんかどんどん路線も変わってて。僕フォローしてる人いるんですけど、まあ僕のフォローしてる人の中にもね、専業さん、あとはねめちゃくちゃ有益な情報を無料で発信されてる方、うん、めっちゃいます。そういう人の中から情報を取ってもらったらいいと思います。なるほど。であとは有料ノートとかってあるじゃないですか、はい、あれって悪なのかみたいな、いるかいらんかみたいな討論があると思うんですけど、僕は有料ノートはあり。パチンコの有料ノート、例えばどんな有料ノートはないな。有料ツールとか、ツール、あ、なるほど。期待値計算とか情報を取れるような有料のやつは、まあ、全然 OK かなと思います。あとはスロットのね、ハイエナ、本来ほんまはこっから行けるけど実は出回ってませんよみたいな、ライバルと差をつけれるような有料ノートとかもあるから、ただそれもどっから買うかっていうのを選別してほしい。それを選別して正しい情報を発信してる人のところで買う、これは全然ありやと思います。その探し方がわからんのよっていう人、僕のフォローから見つけてもらって OK です。なるほど。はい、僕の知り得る限りはもうみんなもうすごい知識の持ち主、専業でやられる方、兼業でやられる方、ノート作ってる方、皆さんすごい腕なので、そこの情報とかを取ってもらうっていうのはベストで、その人がフォローしてる人もっていうことは有料ってことでしょ。うーん、そういう探し方してください。まずは、はい、Twitter を、はい、登録することは絶対、はい、確かに何か気づいたら店はどこ行こうで、うん、昔は P ワールド見るのが当たり前だった。そう、当たり前だったよ。気づいたら変わってますね。入れ替え日調べたり、それが今や明日イベント何があるんやろ、明日誰が来店するんやろ、この人は明日どこ行くんやろとか、そういうのを見れるような時代になるんで、マジでツイッターおすすめ。ツイッターがおすすめな理由もう一個、さらし屋さんの存在。さらし屋さんっていうのは簡単に言ったら、お店が言いたいことを代わりに言ってくれるもの。さらし屋さんっていうのもここ数年で、ね、おそらく存在がね、ボン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 増えていって、お店が言いたいことは、まあ今なんかいろんな規制があるんでね、お店ってなかなか何も言えないんですよ。例えば水曜日に海が強くしたいのに言えない、だからさらし屋さんに言ってもらうとか、そこに気づいたさらし屋さんが発信する、そこに気づいた常連の人が発信するとか、ツイッターってパチンコで勝つための情報めちゃくちゃ詰まってんねん。もうそのさらし屋さんの中にも言い悪いもちろんあります。これどうやって探すか、僕のフォロワーさんから探してみてください。厳選されちゃう。あとね、バチプロがフォローしてる人もいい。そう。で、この人の発信内容めっちゃ興味湧くなっていう人から、どん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 こうネットサーフィンじゃないけど、どん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 深く深く掘っていったら、もういろんな情報にありつけるという感じで。さらし屋さん、関西で言ったら一番はこの人でしょう。特攻関西くん。これ見とったら間違いないでしょ。さらし屋さんの存在の必要の有無みたいなもう討論あるけど、ぶっちゃけ勝たしてもらってる側、勝つ側からしたら、さらし屋の存在ってめちゃくちゃありがたい、ありがたく思ってない人はいないぐらい。過去の喋ったやつと今じゃ SNS が発達する何が違うかって言ったら、やっぱ自分の足を使わずとも情報を得れるような時代になったと。しかも簡単に、昔はそのサークル何十人っていう仲間を作って情報共有しとったのが、今や別に一人でもいけるもん。勝手にフォローして SNS でその情報のやり取りを見るだけで情報がめちゃくちゃ取れるようになってしまったと。じゃあこれどういうことが起きるかって言ったら、勝つ人が増えすぎたっていうのは一個の問題かな。まあ今後ね、パチンコで勝てる人、負けを減らす人、どん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 増えてくると思います。まあ、パチンコ業界いつかね破綻する時来るかもしれません。で、来て困らないような対策は絶対しないといけません。これ専業にも言えるし兼業にも言える。あの、たまにな、お前のせいでパチンコ食えんくなるやんけみたいな人おんねんけど、それってパチンコに依存しすぎやから、なんでパチプロになったんですかっていうところを俺は問いたい。
ほんまにパチンコが好きで、スロットが好きで、パチンコで稼いどうしよう。もちろんおるかもしれんけど、俺の中の根本は、お金稼ぎたいやから。ただ、パチンコおもろいし、俺は好きやから、パチンコで稼ぎたいって気持ちはあるけど、業界が伝って稼げんくなったら、切り捨てるべきやろ。甘くないんやったら切り捨てるべきやん。そこはもう、わかるやん。パチンコで稼げへんやったら、他で稼ぐ。っていうのを考えなあかんから、ほんまに勝てる人はめっちゃ増えてるんで、僕のおすすめは、パチンコだけじゃなくて他の収入は絶対持った方がいい。簡単に勝つ方法って言ったけど、どんどん深掘りしたら意味不明なこと言い始めた。確かに。なくなっても、Twitter で情報取りなさいって。そう、要は、簡単に勝つ方法っていうのはマジで Twitter です。まあ、昔と違って、まあ、これ地域柄もあると思うんですけど、ジグマって言ってね、一店舗でずーっと毎日毎日稼働して、同じような台叩いて、稼働して期待値稼ぐみたいなやり方がなかなかできひん時代になってるんで、日によってね、甘いところを点々とするやり方が今は主流なんかなと、勝手に思っております。この話は、ぶっちゃけハイエナは関係ない。ハイエナのしやすい情報なんか多分ないからさ。ハイエナのメリットはどこにでもできるっていう。基本的には僕が今言ったのは、パチンコで平打ちがしたい方に向けた発信です。で、あとはまあパチンコで勝てるようになるための発信。店選びでツイッターを結構やっぱ中心に見た方がいいね。店選びは、最近ね、パチンコの取材とか増えてるんですよね。はい、で、もちろん強弱とかあるんですけど、まあ明日じゃあこの店に取材入るんか、行ってみよう。行く根拠になるやん。そう。そういう情報を店で取ると。台とかも一応ね、教えてくれるとこあります。明日狙い、ユニコーン、エヴァとか、たまに回答さらし屋もおるから。もう店の傾向も全部分かった上で、そうそうそう。そうん、そんな感じかな。で、次僕が。はい、はい、どうぞ。母さんがさっき言った、そのまあ情報の取り方と立ち回り方は、どの県でも同じですか？いや、これはね、どの県でも同じじゃないと思います。おそらく、その、さらし屋さんが全然いない地域とかもあるし、あとは取材とか全く入れれんから。それこそ、ね、パチンコとかするのって好きやけど、他県でさらし屋がいない県だったら、さらし屋だったらいい。あ、もうありやだ、ね。ただ、この動画が出た時か出えへん時ぐらいにもしかしたらパチンコの規制が変わっとるかもしれん。なるけど、めっちゃ田舎のパチンコ好きな人がおっても、ツイッター調べて出てくるやん。今はもう専業とか兼業しとってツイッターで情報取ってない人おらんレベルじゃん。多分パチンコに限らずですよね。まあそうやな。情報とうん。じゃあ言うとこしてみる。そうですか。聞いてなかった。いや聞いてましたよ。全然聞いてなかったよ。金持ったのこれや。いや怖いわ。もう俺も喋ることないよ。パチンコもそのさらし屋見てっておっしゃってたじゃないですか。それと一緒なんですよ。もちろんそうやな。もう僕もやっぱりその情報を見て。実際、機種まで変えてくれてるんですよ、ね、あ、あるもんな、はい、だからもう別に昔みたいにこう現場に足を運んでいかなくても、まあ、例えばいいねとかやったらちょっとあれ行ってって言ったらぶっちゃけもう積もれる話になるんですし、うん、今の時代、まあ、結構簡単になってきてるなっていうのはありますよ。まあ、もちろんね、最終決め手になるのは自分の足で見るっていうのが決め手になるかもしれないんですけど、昔は自分の足で情報を取れっていうのが当たり前だし絶対的な、まあ、勝ち方やったけど、そうじゃなくなってきたっていうのが今回のお話。あっち行ってこっち行ってみたいな、そうする線でも良くなったかな。ただ地域によったらまだそれをしないといけない地域がある。プラス地域によったらほんまに食われへん地域もあると思います。だから自分の地域が食える地域なんか食えへん地域なんかみたいな分からんっていう人は Twitter で自分の地域にプロがおるんか検索してみてください。ちなみにその人はどんな食い方をしてるのかっていうのもキーポイントやな。ハイエナで食ってる人が多いんやったらこの地域はハイエナが主体の地域なんかと、でスロットの設定狙いしてる人が多いなと思ったらここの地域はスロット設定入るから設定狙いしやすい地域なんやみたいなっていうのがまあ分かると思うんで、まずはほんまに SNS でね情報を取るっていうところからスタートしてみてほしいなと思います。ということで本日内容薄い話になりましたけどありがとうございました。どうもさんです。今回なんですけどパチンコ打ちスロット打ち得する話話していきたいなと思います。パチンコ多いぞ今日はね、パチプロ仲間のコネクションズの直也と、まあ、あとはミゲル君とデス君とね4人で話していきたいと思うんですけど、まあ、何が得する話かっていうとねパチプロ、まあ、あとは兼業でやってる方とか、まあ、そういう方にとったら絶対にやるべきこと店員と仲良くなるメリット、おーこれめちゃくちゃ大事大事よな、はい、今回ね
店員さんと仲良くなるメリットで、実体験とかもあるのでね、そういうのを含めて話していきたいなと思います。まず1つ目、特定日をさりげなく教えてくれる。これは大事です。すいません通ってたら、まあ、顔見知りとかなるんですけど、意外と特定日情報ってね、見分けるの難しい時もあるんですよね。まあ、今やったらね、さらし屋っていう、まあ、ツイッターとかで、この日イベントですよとか、この日誰々が来店しますよみたいな教えてくれる日があるんですけど、地元密着型の根っからの昔からある店みたいなのは、イベントとかあんま打たないんで、ほんまに特定日っていうのがあるんですよ。その時に、実はこの人この日が特定日で、あとは土曜日だけ強いんですよとか、例えば金曜日が花金やから花ついですよとか、そういうのマジで店員さん教えてくれるので、まあ匂わすみたいな、ね、そうですね。1つ目は特定日情報を詳しく知れる。じゃあ2つ目、その日の熱い機種をさりげなく教えてくれる。これあるんですね。それはあります、ね、パチンコやと今日は海が良さそうですとか、今日は刑事が力入れてるみたいですよみたいな、ぶっちゃけ僕とかミゲル君はそんな教えられんでも分かっちゃうんよな。パチンコで整形されてる人はおそらくパチンコに関したら教えてもらんでも分かるけど、クリラ見れないよって人はそういう情報めっちゃ大事になるので、今日のおすすめなんですとか、仲良くなってれば聞けるので、なんかまあ海とか暑いらしいっすよみたいな、意外とあんまりその上じゃない店員さんとか教えてくれるんで、位が上じゃない人教えてくれたりするんで ね、 そうですね、まあ、例えば今おるナオヤンとかやったらスロット打つから、そうですね、スロットはそういうの多いですね。例えば前代系のイベントやったりするじゃないですか、それで仲良い店員が夕方になったら公開しますよとか、ナオヤンだけに言いますよと、そうですね、とかもありますね。それも教えてくれると、そういうのも教えてもらいましたね。だから2つ目は当日の、まあ、当たりである機種を教えてくれる可能性がある。ただこれは漏洩とかではありません。ヒントやな、ほんまにヒントを教えてくれる可能性がある、はい、3つ目、まあ、今やったら、まあ、U タイム狙い結構強いと思うんですけど、仲いい店員さんがおったらさっきとあるのザン300がありましたよとかさりげに教えてくれる。へー、あ、マジこれマジや、え、あるマジある、マジあるやんな、マジある、これマジあるんで、店員さんが確保はしてくれないんですけど、え、今何ももし打たれてないんやったらザン200のダイヤ空いてますよとかマジで言ってくれる。僕の場合とかやったら、うん、あれですね、あの台確定出てましたよみたいな、マジとか教えてもらえたりします。スロットスロットね、スロットです。へー、それであれやろ、後ろでメガタッチして貼り付いてるやろ。やめへんでした、やめへんしょな、はい、できんね、できんやな、はい、できんになりましたね、なるんかい。得せへんやろ。だからマジで、だから3つ目は、期待値が結構取れるような台を教えてくれる可能性があると。4つ目、女の店員さんと仲良くなれる可能性が高い。なるほどね。これはまあ俺が実体験かな。あの人いい人やでみたいな。そうなんです。これはね、例えば男の、まあ男の人は男の店員さんと仲良くなってください。女の人は女の店員さんと仲良くなってれば結構です。はい。僕はね、男の店員さんと仲良くなって、わーさんわーさんと、実はね、最近彼氏欲しいって言ってる女の子いるんですよ。一回遊んでもいいかな。目の先一応切るよ、わかりましたっていう感じで遊べる可能性が高い。彼氏欲しいって言ってる女の子に肉体関係だけの目当てで遊んだってことですか。どんなやつ、最低っすね、深掘りしすぎやろ。だからぶっちゃけその女の子が好きじゃありませんとか、男の子別に興味ありませんっていう人にとったら全然メリットではないけど、やっぱりな、男の人がまあ見てくれてる人多いと思うんですけど、やっぱ店員さんとかコーヒーレディとか、ぶっちゃけめちゃめちゃ綺麗な人多いから、そうですね、やっぱ遊びたいって思うのがまあ俺は普通だと思うから、だからまあその自分と同性の人と仲良くなることによって、その異性のまあ、情報を得ることができると、今彼氏いないですよとか、明日出勤しますよとか、女の子に喋れるのが苦手な人でも情報を得ることができる。あれですよね、商売で例えるならキャバクラでボーイさんにも優しくするみたいな感じですよね。難しい。全然わかりにくいです。難しいな。だから夜人の人だからじゃん。まあまあ夜人を人あるのかもしれないです、ね。夜人ではボーイさんにも優しい。うん、飛びましたが、まあ5つ目。この店ラムクリランダムにかけるんですよとか、この店ラムクリしますとか、そういう情報も意外と教えてくれます。
最近ラムクリかけるようになりましたねとか、例えば950が U タイム発動のやつやったら400超えたらラムクリするようになったんですよとか、うん、そういう意外と役に立つ情報も教えてくれる。大事。普通喋るんですかそういう。だって俺はやけど普通に、だから俺結構トイレで会うこととかも多いし、あその時にあ今日出てますねとか普通に言う。はい、もう話しかける。そうそう、話しかける、話しかけてもらえると思ったらもう大間違いから。ああ間違いない、ね、そうですよね。そうそう、でなんか常連って言ってたら、うん、なんかこう軽くなんかこっちも会釈するみたいな普通になってきて、その延長上にトイレ行くついでとかに、はい、今なんちゃらすわとかでちょっと喋りかけるみたいな感じで、うん、出玉流す時とかも、うん、そうやな、話しかけるポイントは多いよな。逆に俺は全然店員さんと仲良くできないって。そうなんですね。なんかそういうことをちゃんと考えながらなんか喋りかけたりとかして、あなるほど。ちなみに俺もわーずだって殺人犯みたいなんですけど、何やねん殺人犯。だからコレクションズの優等はほんまに人当たりもいいし、優等も直屋もな、直屋は俺ちなみにこれあれやけど、はい、あのオフレコというか、はい、まあまあある店で、な、ちょ、あれっすか、見えてないっすけど、ヒントないんすか、ヒントアホやろ、ヒントないんすか、言ったらその店員がもう怒ってもてありませんそらそうやろなら、普通俺らとかやったら、あ、怒ってるわ、引かなあかんってなるけど、あんなヒントなかったら、ほんで見えんすやお白黒ちゃうんかい、よう思ってますね、お白黒ちゃうんかい、ヒントなかったら見えんすよ、みんなそれでやっとんねだけど、まあ、ぶっちゃけ人数少なかったんな、そう、いや、もったいないなと思って、見えてなかったらお店もお客さんも、うん、確かにもったいないじゃないですか、うん、せっかく店も絶対いるとかも思ってたんで、うんうん、なるほど、入れとうから見えてなかったらもったいないもん、確かに確かに、だから僕頑張って掘りますよっていう意味を込めてました。なるほど、自分がこう設定をつかみたいっていう、あ大前提、まあ、あるかもしれんけど、 それよりも、はい、そのお店がほんまにちゃんと入れてるって証拠を出してあげたいと、そうですね、そういう思いで言ったけど、はい、まあ、うまく伝わらんかったでちょっとプッてかかったみたいになりました。なるほど、ね、そういうこともありました。だから、まあ、ほんまにお店のメリットとしたら、まあ、ヒントを与えることによってそほんまにお店がやってるっていうのを証明することができるっていうのも、まあ、一つのお店のメリットやわな。そうですね、うん、まあ、ほんまに最大のメリットは自分の立ち回りにほんまに役立つ情報めっちゃ教えてくれるんで、まあ、けどもしかしたら今はそういうことをそのやらない店舗さんも多いと思うので、まあけど仲良くなるに越したことないんでね、まあ、あと言えば強いて言うなら落ちてる球とかメダルをあのやっぱ仲良い人に率先してくれたりするんで、うん、確かに入れてくれるっすね、うん、それも意外とチリツモで、うん、もう何本ももらったか分からんもんな、うん、結構もらってるから、仲良くなってマイナスになることは何一つない、マジでない、マジでない。あとはもうあれや、プロで言ったら出禁になる可能性もちょっとは削減できる。いや、あの人めっちゃ一緒ですよって言ってくれる店員もめっちゃおったから、ね、仲良くなって、いやいや、あの人めっちゃ言うことも聞いてくれてめっちゃ一緒ですよって言ってくれて、じゃあまあ出禁にせんとこかっていう事例もやっぱあるんで、あの仲良くなるべき、絶対と、まあこういろいろ喋ってきたけど、この動画を上げることによって今後あの喋りかけてくる人は全員そういう下心があると思って店員さん全員ブスッとするかもしれない。やサービス業においてそんなことは絶対せんよ。だってもうパチンコ屋の店員さんって言ったら王者丸半から始まる。確かに、いらっしゃいませ、もう顔に目ついてますよ、ね、笑顔のですよ、ね、まあ、これはほんまにあの俺とミゲルのどうでもいい話一個挟ましてもらうと、そのお店時代を先取って灰皿がついてないお店だったんやな。あ、自分で灰皿取りに行くお店やって、タバコ吸えへんっていうのは決まっとう時にできたお店やって、はい、では自分で灰皿取りに行きますみたいなお店やって、まだ俺とミゲルはその時タバコ吸っとったから、はい、朝の入場と同時に灰皿取ってで、まあ置いとったんやけど、店員さんがだから変えてくれんねんな、はい、灰皿交換しますみたいな、そこですごい丁寧な店員さんおって、その人は女の子でめっちゃ若い、もう俺とミゲルより全然若くて20前半ぐらいの、でもちょっとピチッとしてムチッとした感じの韓国人みたいな、そのタイプなんですね、もう韓国人のアイドルグループのどっかにおりそうな感じの人やって、こうやってひざまずいて履いたら書いてくれんね、はい、きついでしょ、ほんまやって失礼しますひざまずいて、はい、その時ズボンなんですか、下はスカートですか、あれスカートやったの、スカートやったら膝つくっすね、
使われたかもしれんな。へほんまひざまずいて、ズボンと履いたかもしれんけど、うん、ひざまずいて、もう履いたら書いてくれんねんけど、すごい優越感だった。うわ、じゃあ、なおやん、最大のメリット教えてくれ。最大のメリット、落とせよ。なんかない、なんもない。あ、全然いいですか。いや、結構出してもらってね、さっき。やっぱそうやんな。はい、だから結局はだから、まあ、勝つために得となる情報を結構やっぱ仕入れれるのと、はい、まあ、あとはやっぱ人間、誰しもやっぱ、こいつ嫌いやわ、こいつ好きやわ、みたいな、やっぱあるんで、そのあ、どうぞ。出ました。あ、僕の場合、実体験やった、はいはい、実体験なんですけど、例えば、うん、常連さんってやっぱ認められると、はいはい、もう出禁になりにくいとかもさっき言ったわ言ったありますよ、ね、ちょっと話聞いてないなお前これ実体験の話聞いてないなお前実体験あったんですよ。これあの某店なんですけど、うん、あの僕のうちこの子が一回その、うん、もうほんまそのお店のドンみたいなって思ったんですけど、うん、そしたらやられましたな、うん、はい、で、うん、その人はもう次問題やったらもう絶対出禁なんですけど、うん、出禁にその時にならんとお店に戻されるんです。なんでかっていうと、うん、やっぱ常連やったから、うん、毎日毎日来て、もう店員もいろんな店員と仲良くて、もうだからそんぐらい常連やったら出来にもなりにくいっていうのもあります。うん、結論だから出来にやりにくい。落としたやん。一緒やんだから。そういうことでした。お前その店のドンってなんやねん。ダサいね。あ、僕結構そういうの得意なんですよ。その店のドンもダサいし、やかられるってなんやねん。結局はだからプラスになることしかないんで、はい、まあ、店員さんとはね、ぜひ仲良くなってもらって、やっぱりムスッとした態度よりも、いやいつもありがとうぐらいのね、うん、箱変えてくれる時も絶対借した方がいいっす。ああ、大事ですね。絶対、俺絶対するから。あ、僕もしますね。え、僕もしますよ。線みたいな顔やめてくださいよ。金持ってこない。たまにおるやん、あの下皿の玉を抜いてください、玉を抜いてくださいね。あー、後ろに取られるぞ。どういうこと。それでガチ切れるよ。いや、だから玉一生玉を抜いてくださいなっとったら、ちょっと後ろに流れ落ちるやんけみたいな。あ、そうなんですか。っていう考えの人まだおるから。ちなみにその玉を抜いてくださいになってもずーっと放置しとっても絶対できるから。できるからこっち。いやだからほんまにだから書いてもらったら。でしょ。ありがとうございました。はい。まあ交換する時もお疲れ様でお疲れ様でしたみたいな。ああ。だけでもマジで変わるから。確かに。まあ、店員さんも頑張ってるんでね。まあ、今後打つ人は、できる限り店員さんと仲良くなってもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ男の人はね。もしかしたら女の店員さんとそういう風になれる可能性もあるのでね、まあパチンコの勝率上げるだけじゃなくてね、男の勝率も上げていこうという感じで、ね、今日はこういう動画でした。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもあさです。今回なんですけど、僕の、へそ釘の釘読みを徹底解説したいなと思います。でまず前提なんですけど、しっかりとパチンコ台の正面に立ってください。で、もう一つ前提なんかあるんですけど、もう1を言ったらずらさないことですね。毎回毎回同じ位置で見ること、同じ高さで見ること。横から見たパチンコ台があったときに、僕は頭を表面につけてたら、パチンコ台につけて高さは上までつけると。でそこから釘を見る。こんな感じで釘を見ています。最近これ結構あの店が注意してくるお店あるので、まあお店に注意されたらやめてください。でもう一つ重要な点があるんですけど、しっかりと効き目で見てほしいです。で効き目の判断の仕方なんですけど、遠くの目標物をこの手の中に入れてください。例えば時計とか入れて、片目ずつつぶってください。でずれない方が効き目です。今からへそ釘のサイズの測り方を徹底解説していきたいなと思います。A は大雑把にですけど、まあ上から覗き込んだへそ釘っていうのはこういう感じになっています。へその釘読みをする際に大事になってくるのが、下にあるスタートチャッカーの焼くものが大事になってきます。スタートチャッカーの焼くものっていうのは、まあこんな感じ。ここに入れたら玉が入れば回る。スタートチャッカー。へそ釘と、その下にあるスタートチャッカーの焼くものを、しっかり見る。っていうのはコツなんですけど、スタートチャッカーの内側と、この左のへそ釘の頭の内側をぴったりと合わすことから始まります。まずは。ここ。一
一体度を合わせる。上から覗き込んだ時に、効き目だけで見て、まずは左のへそ首の内側とスタートチャクラの内側をぴったり合わせます。でそこからこれを合わせた状態で頭を位置をずらさずに視点をこっちじゃなくてこっちにします。こっちを見ます。右のへそ首を見る、左を合わせてから次は右のへそ首を見ます。で右のへそ首の何を見るかって言ったら、下にあるスタートチャッカーとこのかぶり具合を見ます。このかぶり具合を見て開いたか閉まったかを判断します。もう左のへそ首はもう下のスタートチャッカーの役満と内側をぴったり合わせてるっていう状態を仮定して話していきますね。なのでこっちは一旦消してこっちにズームアップしたいと思います。ここのスタートチャッカーの内側のかぶり具合で僕は開いたか閉まったかを判断するんですけど、この時に僕が使ってる用語っていうのがこのへそ首の頭を僕は1と仮定しています。で、この端を0で、このへそ首の頭の真ん中0をと呼んでます。へそ首の頭を僕は十分角します。角度とここが0、1になって0、2になって、0、3になって0、4になって、真ん中が0、5でここが0、6で0、8で0、9で1。こうすることによって何が読めるかって言ったら、このへそ首の右のへそ首の頭とスタートチャッカーのこのかぶり具合で相手が閉まったかを判断できます。ここから結構大事になってくるんですけど、でこれは僕の約10年、パチンコで生活してきた経験とかで話すことになるんですけど、0.1 変われば何回転変わるんやって話をすると、0.1 の変化で約2回転変わります。まあ、けどこれは僕の経験上なので絶対に、2回転変わるっていうわけではないです。で、最近ゲーム設定さんとコラボして棋士が使っている僕板ゲージというものに触れることが、最近ちょくちょくあるんですよね。板ゲージ1枚で、0.25mm の変化が出るんですけど、この 0.1 の変化っていうのは板ゲージ2枚分です。板ゲージ2枚で 0.1 変わります。この 0.1 ここのゲージ2枚みたいな感じですね、基本的には。これはまあ最近僕がゲーム設定さんと首読み対決をして知った、情報ですね。注意点を今から説明していきます。注意点、これよく結構間違えてる人が多いのが、まあ、これがこの赤い線がスタートチャッカーの違いとしてください。で、これはまあ0-5なんですけど、0-5やから回らないみたいな判断する人もいるんですけど、これは結構間違いです。言ったら0-5より0-2の方が開いてる状態なんですよ、首が。開いてる状態。だから、0-2やから回るみたいな判断もする人もいるんですけど、これは合ってるようで間違えてます。で、その理由を説明すると、0-2やから、0-5やからと言って判断できるデータがないんですよ。細かく言うと、新規のお店でへその首のサイズを測る必要はありません。なんでかって言ったら、前回のデータを持ってないからですね。0-5やから何って話なんですよ。だから、新規のお店で結構上から覗き込んで細かい数字を見てる人もいるんですけど、やる必要はないです。で基本的に新規の店で僕はどういう判断をしてるかって言ったら、遠目で見て、全体的な首状態のバランスを見て、寄りとか道とか首のサイズ、バランスを見て打つか打たないかを判断してるんです。で基本的にこのデータを取っていくっていうのは、僕は新規のお店では打ち切った後にしかやらないです。へそで僕のほかの層を打ちましたと。で1000円ベース21回転で回りました。へそ0-5っていうデータを、これは僕は残しておきます、このデータを。で次回このお店でこの台に座った時にこのサイズを見るわけなんですよね。でその時に例えば0-5から0-6に変わってたらっていうことは、前回は0-5けど今回は0-6に変わってた、これはデータを見たら分かりますよね、過去に撮ってるのに。っていうことはこれ2回転落ちるんですよね、マイナス約2回転。僕の経験上マイナス約2回転落ちるので、これは約19に落ちると、19回になる。
換金率とかチョダマの兼ね合いとかで、この19で1000円ベース19で期待値があるのかっていう判断を朝に瞬時にするんですね。ただ前回05で21回ってて、今回行った時もじゃあ05やったらどうするんやって話なんですけど、05見たら変わってない時は僕は打ちます。ただ注意点はこれはへそくぎ前提の話というかへそくぎだけの話なので、あとはまあ寄りをいじってくる店もあるし道をいじってくる店もあるので、そういうお店は、しっかりと、まあ、自分のデータに残しておく。基本的に僕の店はへそくぎしか動かさないお店が多いので、まあ、これを僕はということによって僕の行ってるマイホールがもしかしたら寄りとか道をいじってくる可能性は十分にあります。ただまあ基本的にはやっぱ複数台というかめちゃめちゃ多い台数やから、やっぱ時間効率的に考えたらやっぱへそを動かすのが多いんですよ正直。だからまあここを重点的に覚えることによって結構立ち回りとか劇的に僕は変わるんじゃないかなと思います。でこれ逆を言えば例えば今回前回は通常営業に行きましたと、通常営業21そう回りました、まあ、なかなかないけどなそんなに彼女の状況。例えば今回周年イベント1年に1回のイベントですね、周年イベント。もし03になってたら、03に変わってたら、ここの差が 0.2 やと。ことは、こっちに行けば行くほど、プラス調整です。こっちに行けば行くほど、マイナス調整です。すいません。結構前後するかもしれないですけど、右に行けば行くほど縛ってるんですよ。左に行けば行くほどプラス調整になってる。だから今回は0から03っていうことはこっちに動きましたよ。っていうことはプラス調整。だから、0.2 開いてるってことは 0.1 変われば約2回転変わるので、この場合約プラス4回転が見込めると。っていうことはどうなる？見えるか。へそ05の無双、僕の無双、はい、1000円で21万あった、はい、まあ、これは通常の回転はちょっとさておき、はい、1000円ではない、はい、1日打ち切って、はい、へそ05の無双が1000円で21回転で回りました、はい、これは前回な、はい、へそ05回で今回周年イベントでなんとこの北斗無双、はい、へそが03になってました、はい、で01変われば2回転変わると、はい、で05から03はこれマイナスプラス、もちろんプラスプラス調整だな、はい、ってことは約プラス4回転見込めると、はい、ということは1000円ペース何回で回るって予想できるということで、はい、そういうことをここをやってるんです。で基本的にこの期待値を求めて、その日打ち切れるか打ち切れないかっていうのを、判断して座るというか、そういう感じですね。僕のこのへそくぎのやり方は基本的にはもうやっぱへそくぎに座ってくることが多いんで、まあ、僕はこんな感じでやってます。ちなみに、開けば開くほど、これ4っていう数字ですけど、めちゃくちゃ変わる場合もあります。6とかも変わってくる可能性もあります。やっぱり、パチンコ台の生き物みたいな感じなんで、へそくぎ、例えば何にもいじってなくても、昨日は22で回ったのに、今日は20でしか回らへんみたいな場合も全然あるんですよ。まあ、そこは一応、頭に入れておいてほしいと思います。まあ、まとめると、基本的には、この、右のへそくぎのサイズを新規のお店でやる必要はありません。なんでかって言ったら前回の比較するデータがないから。で、基本的に店との比較も意味がないです。例えば A 店舗はへそ05やったけど B 店舗へそ04やから B 店舗の回ろうみたいな考え方にする人いるんですけど、それも間違いです。確かに、僕もへそ00で回ろう。あれだ。そういうのは全然ある。何が悪いかって言ったら、寄りとか道が悪いからです。だから、このへその開け閉めだけで、回るか回らへんかを判断するのは、基本的にはやめた方がいいです。過去これ新規のお店の場合です。で、マイホール、言ったら、まあ、過去にデータを持っている場合は、このへそ重点で立ち回ることをお勧めします。判断つきやすいから。基本的に寄りとか道をいじられても、これ何回転ぐらい落ちるわっていう判断がつきにくい。若手人はもしかしたらおるかもしれんけど、そんなん、ありえん、すごいレベルやから。まあ中には、もしかしたら全国的に見て、そこまで分かる人も中にはいるかもしれないですけど、僕レベルになると、ここぐらいしか分かんないみたいな。ただ、僕レベルでも全然、パチンコで勝つことは可能なので、これを参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。で、あとは、まあ、経験上、慣れてきたら、
閉まったか開いたかぐらいは離れて結構渡ることがあります。けど基本的に僕が違和感感じるレベルっていうのは板ゲージ2枚から基本的には離れて分かります。板ゲージ2枚っていうのは 0.1 です。 0.1 の動き、これで言ったら 0.1 の動きを、店がすると僕は遠目から見ても大体判断がつきます。まあ、最終的にやっぱ経験とかどんだけ手続き見るかみたいな経験値はほんまに大事だと思うので、まあ、頑張って売り上げにしてほしいなと思います。最後に高評価ボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。ではどうもあさんです。今回なんですけど僕の好きな首調整について説明していきたいなと思います。でこの動画を見る前に僕が前回上げた動画、まあ、この動画なんですけど、へその首の指方の解説の動画があるのでそれを見てもらってからこの動画を見てもらわないとちょっと分かりにくくなっているかもしれないのでまずはそちらの動画を見てほしいなと思います。で今回僕のへその釘の調整の仕方とか、道の、好きな調整とか寄りの好きな調整とかを説明していくんですけど、まあ、まずはじゃあ鉄板のへそから、僕の好きな調整というのを教えていきたいなと思います。でまずは、まあ、普通って多分上から覗き込んだ時まっすぐあると思うんですよね。まあ、これがデフォルトやとしたら僕は左のへそ釘が開いてる方が好きですね。左のへそ釘が、まあ、開いてるのが好きなと左のへそ釘がこう全体的に左に寄った方が好きですね。それはなぜ？このスタートチャッカーが、まあ、こうあったとしたら左に寄ってる方が好き。これは明らかにこれが開いた方がさあれやけど、まあ同じサイズで言ったら、まあ、左に開いた方が好きっていう感じかな。これはまあ大げさやけど、めちゃくちゃ。なるほど。めちゃくちゃ大げさやけど、なんでかって言ったら、まあジャンプとかがあって道があるわけやん、はい、まあ、俺はこのこっちを動かしてくれた方が入るイメージがあるから、下のスタートチャッカーに対して、なるほど、分かった分かった。ちょっともうちょっと解説しますね。左のへそ釘が開いてる、左のへそ釘が動いてるっていう図を、まあ、正面から、へその釘の頭をイメージしてほしいんですけど、まあ、正面なんこれ釘の頭ね、分かりますかね。正面からそうそう。でスタートチャッカーがあれよ、これこうちゃうねん、こうではないねん、分かれるな、さすがに。こうではないからな。正面から見たら、まあ、へそ釘やとしてスタートチャッカーやとしたら、まあ、普通に平均的って多分均等やと。けど俺が好きなのはこうじゃなくてちょっとこっちにずれとうぐらいが好き、うん、ほんまに多分もうビサなんやけど、うん、ほんまにビサなんですけどちょっと左に寄ってる方が僕は好きなんですよ。確かに。でプラス右のへそ釘が、上がってるのが好き。イメージで言ったら、こうぶつかって入るみたいなイメージかな、へそに。イメージで。で、逆、もし仮にこれが逆なんやったら、海やったら、海の中に生まれたら右から打ってみるのもありかな、と思います。じゃあ次。道の見方を詳しく教えてほしいみたいなのあったんですけど、道のコツはもうほんまに、目線をこの道釘に合わせた方がいいですね。目線を道釘に合わせて、じゃあ合わせたらこのガタガタさが分かるんです。確かに。で、確か俺も業界用語あんま詳しくないんやけど、そのグラデーションって技を出てくるんですよね。でそのグラデーションって何かって言ったら、全体的にこの若干こう角度を落としてくる。なるほど。こういう感じで僕の今回答からなんかグラグラに見えるけど、実際目で見たら結構綺麗にさらっとこういう感じで、これされると結構回転率に影響あるし、これは注意してほしい。あとは単純に横から見たら分かりやすいかもしれないです。横が一番ですね。横からこう台を横からこうやって見たら結構ずれてるなっていうのが分かるので、そこはチェックしてほしいですね。で、まあ、注意点、これもコメントでよくある間違い、こうなってるから回らへんっていうのは間違い。確かに。よくあるのが道、まあ、道と寄りとはへそを見てほしいっていうのは僕は言うんですけど、どれか一個でもマイナスあったら回らへんみたいに思ってる人がいるんですけど、そうではない。こうなってても他が良かったら全然回ることはあるので、ただこれは嫌い。俺は
絶対打たへんってことはないけど、打つときもあるけど、人とサイズに、サイズがめっちゃ開いてるとか、寄りがめちゃめちゃ綺麗とか、そういう兼ね合いで打つことはあるけど、好きか嫌いかで言ったら嫌い。じゃあ次、寄り。寄りはほんまに分かりやすいよな。うん、でこれ風車があって、で、まあ、袴、こんな感じであるかな。うん、こう、袴と言われるものがあって、でまあ、下に道くりがあるんですけど、僕の好きな寄りっていうのは風車の釘の真上に左側があるのが好き。で、あとさらに言うとこの左の、まあ、この寄りと右の寄りのこの角度、右肩上がりが好き。イメージはこう、こういくイメージだから、うん、で、まあよくやるのが上から見たら結構なんかこうがこうなっとんのが分かるみたいな。だから上からのところもある。逆にじゃあ嫌いなパターン書きますね。左の寄りがあって右の寄りがあると、基本嫌いなパターンはもう風車の釘の真上に右の寄りがある。さらに言うと右肩下がりが嫌い。めちゃめちゃ嫌い、うん、みんなそれと思うけど、ただ難しいのがこうなってるから絶対曲がらんってわけではないっていうね。そこがむずいすごくいい。なんか結論だから悪いとこは1個あっても回るんだよ、回るんですよ。でだってこれでへそがめちゃくちゃガンピライ取ってボンコン全然回るようなことあるから、あります、ね、それが分からんねんな。基本的にはもう俺はへその開け閉めだけで食ってったから、うん、それで全然十分通用するから。でもへそは絶対見えない。さあへそはもうここは完璧にしとったら基本的にある程度はいけるから、うん、もう一個番外編というかもう一個言うと寝かせどう考えてますかみたいなコメントがあって、寝かせ、寝かせとは何かっていう話なんですけど、まあ、人工台を横から見たらこの角度ですね、角度、設置の角度、リーゼントじゃない、それな、リーゼントじゃないけど倒しすぎ、前に倒しすぎとか後ろに倒れすぎとか、その寝かせをどう気にしてますかみたいな話であるけど、正直気にしたことない。昔ライター当てて測るみたいなのあったけど、あんなん多分その分からんっていう感じなんですよ。だから結局はその釘読みも大事なんですけど、正味それ以上にもう10割あったら9割ぐらい、もしかしたら店読みの方が大事。マジでよかった。釘読みに正味そんなザグでも店読みがしっかりしとったらもうマジで立ち回れる。で結局はその補助にしかならんから釘読み、基本的に勝ちたいんやったらもうざっくり店読みがしっかりできてたら勝てる。ジャンプ気にしてますかみたいな質問もあるんですけど、ジャンプもそこまで気にしたことないですね。結局僕からジャンプとか寝かせとか気にしてますかみたいなコメントあるんですけど、その2つは正直気にしたことないですね。ジャンプ例えば角度下げたから何も下がんのとかいう話になってくるんで、結局は分かるから、うん、結局そうなってくるんで、まあ、基本的に僕はほんまに縦の比較を結構大事にしてるタイプやから、その店の動きに合わせて俺も自分の行動を変えていくスタイルなんですよね。だからそういうのはやっぱ全国回ってる人とか新規エリア転々とした人が強いかもしれない。間違いないです、うん、基本的にやっぱへその開け閉めの判断がやっぱベタ王道ですね、うん、王道よな。今回は僕の好きな釘調整について話させてもらったんですけど、やっぱりね口頭で説明するのってほんまにむずいんですよね。現地で例えば3台並んでて、僕やったら一番左打ちますとか、そういう方のが多分身になると思うんですよね。こういう口頭じゃなくて、それをもし、まあ、今後なんできたら企画としてやれたらやろうかなと思うけど、まあ予定はないかな。マジでそんな企画いいんじゃん。うん、で結局こういうホワイトボードでその調整を僕が教えても、よりの好きな調整を教えても道の調整を教えても結局実技で反映されるのってなかなかないんですよね。多分実技で反映されるのってへその見方だけ、へそのサイズの開け閉めはマジでそれは鉄板で使えるんです。
基本的にやっぱ食い読みして打たなあかん状況に追い込まれるから、そこがむずいんだ。難しい。やったら基本的にはやっぱ1回データを取った台の開け閉めで立ち回るのが一番簡単、うん、だからまあマイホール、まあ、ほんまにやっぱホール選びを重要視してほしいな、うん、っていう感じですね。まあ今日の動画が良ければ最後に高評価ボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。ではどうもあざんです。今回なんですけど、まあ、抽選について動画を撮っていきたいなと思います。たまにコメントで抽選について話してほしいですっていうことなので、まあ、僕の知ってる抽選攻略法を伝授したいなと思います。あるんですか？あるんです。超有料級で、それ結構使ってますか、その攻略？使ってない、まあ、知っとる情報を、はい、まあ、こういうのがあるんですよっていう情報を伝えていきたいなとシェアします。思います。まあ、僕の動画はパチンコに関する動画を上げますので、まあ、ぜひパチンコ好きの方チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターやってますので、ぜひ概要欄の方からフォローよろしくお願いします。で、まあ、早速本題入るんですけど、まあ、抽選について、結構王道な抽選って言ったら、まあ、デジタル抽選、まあ、パソコンとか携帯を使って、まあ、画面にピッて押して番号が抽選される、はい、抽選と、まあ、あとはこうくじで引くやつ、紙がもう丸まってもうどれか引いてくださいみたいな、ね、そうそう、もうめちゃめちゃ大人数でやるときとかにやるやつとか、一番あれが早いですよね。そうやな、あれが早い、はい、もうやっぱさ、デジタルとかだったらさ、目押しとか言ってみ見通しておるやん、もう押してくれっていう、何に時間かかりますか。そうやね、だからみんな結構目押し、し通しとか何十人っておったらかなり時間食うからさ、俺はここ引くやつが好きやけど、まああとはその並んだもん順ってのがあるから、はい、まあそれは抽選ではないんですけど、で、まあ基本的にはその並んだもん順のところって俺はあんまり好きじゃない、うん、個人的にはやっぱり前日から並んでもらう人もおるし、そういうのってやっぱ近隣とかさ、その打つ人のことを考えたらやめた方がいいんちゃうかなって個人的には思いますね。ただまあこれが好きな人も絶対おると思う。なんでかって言ったら、狙い台がしっかり決まっとって、前日の夜から並んだら絶対に取れるから、俺はこれが好きなやつって人もおると思うんですけど、僕は好きじゃない。なぜなら基本的に狙い台取れるから、パチンコ確かに特に今はな、はい、過去は戦国時代じゃないけどパチプロがめちゃめちゃひしめきやっとって、もうめちゃくちゃ台かぶったりしてたんですけど、もう今はもう超のどかやった、ガラガラですからな。誰ももう何やったら回転後に行ってもいいと思った。300人ぐらいで入ったとしても、もうほぼほぼいない。そうや、大体みんな揃っていくし、まあ、大体やっぱ今はゲンさんとか行ってもらうからみんな、うん、基本被らないんですけど、僕は一番どれが好きかって言ったら、やっぱくじかな。くじが一番好き。ただ、これも2枚取ったりできるんよな、実際。結構いますよね。箱にさ、はい、こう手突っ込むやつもさ、はいはいはい、2枚ぐらいいけるやん。はいはい、まあ、けど、見してくださいって言われたらあれだけど、まあ、けどそれでも行く人がおるんですよね、正直僕知ってるんですよ、やっぱする人で、とか、まあ、その丸バットのやつを2本取ったりとか、全然そういうのがあるんやけど、まあ、俺はそういうのはなしよ。俺そこまでして取りたいね。お前昔の後だと5分くらい、アホか、バレるやん、絶対バレるやん。あ、まあ、全部300万台じゃん。どんだけ勢い悪いどんだけ勢い悪い。それを話するが、どうしたら攻略法って。いや、ほか。だから、まあ、やってたんですけど。まあ、正直、そんな悪いことしようと思ったらみんな悪いことできるやろうけど、はい、まあ、それはやめて、テーマで覚えても、その後ろに並んどうしとか、枚数足りひんくなったりとか、結構あるんですよ。で、絶対誰かするのね、ヒートはみたいな、やっぱ困るから、それはやめた方がいいと思う。あの時に、すいませんでした。噂に変わって、俺、僕がやってへんってだから。たまに、これほんまに、あの店員さんが、はい、多分やけど、その1枚、こう、くるくるってやんねんけど、はい、あれ、2枚重なった時あって、あるかけたら、あれ、2枚ついとんみたいな。それはある。それはあるよ、はい。それをだから狙ってくださいっていう。ああ。その急に言いましたね。そう。その奇跡にかけてくるっていう。まあそれやったらさ、オチがあれやから、はいはいはい、嘘やけど。はい、けどたまにそのラッキーはあるよな。ありますね。俺はそっちのが好きなんですけど、まあこれもな、不正できるんよな。うん、不正できるんですよね。箱のやつやったら、はい、上にこうまあまあいろいろあるやん。挟んどうとかさ、突っ込んで一番下の、まあ、挟んどうからそれ引っ張ってくれとか、はいろ、はいろ、まあ、あるんよ。何でもやり方はある、何でもやり方はあるから、はい、丸まったやつも右端に固めとうからとか、視聴室さんから来たら左になるか、だから左端に固めとうとか、はい、そういうのできるから、不正はほんまに しやすいっちゃしやすい。だから、まあ、デジタル、やっぱ主流はデジタルかなと。なんでかって言ったら、今やっぱ引き子対策みたいなのもあって、
ってやっぱこうカメラでこう押した瞬間にこう写真が自分の写真が写ってもうその人じゃなかったら入れませんみたいな、まあ、けどこれが今ほんまやっぱその引き子対策とかそういうのにはやっぱいいんかなと思うような、一番まあ効率悪いって言ったらあれやけど時間かかるけどまあ複数台あったらこれが多分俺は一番いいんじゃないかなと。これに困ったプロ結構俺知ってるから、うん、まあ、引き子は何かって言ったら例えば抽選引いてそれをあげる、でその引いた対価でお金をもらうみたいな、これ普通に見せたら NG って言ったら普通は、ただおる、実際おるから、これ多分 NG されとる店はあるから、俺はあの引き子ほぼやとわん、てかほぼやとわんって言ったらお前雇っとやんってなるけどあのリアルを言ったら、もうここ数年雇ったことない、リアルで言ったらあの昔そのマックス時代の時とかやったら出すね、うん、やったらあかんけどやったことはある、だからその引き子対策で今そのカメラがついてるっていうのがあるけど、うん、そのデジタルの攻略法あるのかどうかっていう話をすると、はい、これはあるんですね、へー、それは自分のこれを説明する今日は、でただ、はい、あの絶対攻略できるとは限らん、店による、はい、店によっちゃうんですよね、はい、でこれがまあお前こんだけ貯めてお前すごい情報長すぎやなって思われたかもしれんけど、いや思ってますよ、全然大したことない、知ってる人は多分知ってると思う、極意してるんじゃないんですか、してない、でこれ結構な人間の心理をついたというかさ、はい、常連さんに向けて還元する意思もあると思うんだけど、例えばじゃあミゲル君がデジタルの店に9時10分から抽選会しますっていうお店で、はい、一番初めに並びたい、いやいやもうとにかく後ろがいいです、もう 9時9分59秒みたいな別にどこ並んでも一緒やみたいな感じ、そうですね、まあ、けど俺もそうなんや、はい、ただ人間ってさ、はい、集団心理の法則みたいなのあるやん、ありますね、その9時8分まで誰でも並んでない、もう2、300人周りでもううごめいとうというか、はい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 、誰か前行けよみたいな雰囲気出して、はい、数人がささっと並んだ瞬間に一斉にガッて伸び始める、これ絶対に見たことある光景だと思うんですけど、はい、これ実は前並んだ方が得、そうなんです、これはどの店舗でもないけど俺が知ってる情報によると店 の, あのデジタルのパソコンのやつとかって、はい、前から何十人まで1から50番までの、はいはい、まあ、これ例えばなんですけど前から何十人まで1から例えば50番出る確率が 30% に上げれるとか、なるほど、そういう細かい調整ができるんよ、ああいう抽選って、よう考えたらデジタルの視点で何でもできる、何でもできる、だから結局前並んだ方が得なのは変わらんねん、これなんでかって言ったらなくてもあっても一緒やん、はい、どこ並んでも一緒やねん結局、そうですね、だから可能性がある前に並んだ方がプラスになる可能性が高いってことやな、確かに、後ろに並ぶより前に並んだ方がプラスになる可能性が高い、確かに、ただこれもしかしたら中間で設定できることもあるかもしれん、例えば100番以降から150番までの人が優遇されるみたいな設定もできるかもしれないんですけど、僕は基本的に前から50番までの人が優遇されるみたいなことしか聞いたことないし、見たことはある、実際に僕店の内通者みたいな人からもこれ実際に3店舗ぐらい聞いたリアルな話やから、実際にあるんやな、結構ちょっと信憑性が高い、信憑性、これだから俺出していいか分からんね、この動画大丈夫ですか、うん、ちょっと極意しすぎたね、そうやな、もういいやろそうや、いいやだけど嫉妬者多いのもね、あ、まあまあ、うん、いるでしょ、ただ意外にだから未だにその前に並びたくないみたいな人が多いから知らへんのかなみたいなは思ったことがある、で実際に俺この情報をまあ知っとって、実際に俺だから700、800人ぐらい並んだ規模の、はい、まあ、そういうまあ特技に俺もう1番目並んだことあるねんか、出た子が800万ぐらい、せず立証ならず投げ捨てた、だからまあ一概に全部でその当てはまるかって言ったらそうじゃない、まあやっぱり前に並んだ方が得は得なんじゃないかなと個人的には思う、だからそのデジタルの抽選がある時は俺は基本前に並びたいかな、その、まあ、特日って言われる日は俺は前に並びたいタイプかな、ただ今そこまでして取りたいないかないから正直どこでもいいっていう感じ、そうですね、かな、まあ、まとめると、まあ、並び順は、まあ、言わずもがな、さ、前におった方がいいよ、誰よりも早く並ぶ人が得が並び順、大体今まで何時に並んだの、俺、はい、俺はあの基本並びたくないからさ、並ばしたことやったら、引き込まれそれは昔や、はいはい、昔の話、今は全くせんけど、僕11時半になったから、夜の、それ何に並ばされたの、バッサラまあ、そうやな、はい、それだけでもしっかりあの対価を払ってよ、まあそうですね、さすがにかなりもらいました、ね、うん、まあ、しっかり積もったしな、ほんで結構前ですからね、うん、そうやな、何前、まあ、ほんまにやっぱ引き子やっぱ NG されとる店多いんで、そこはほんまにハウスルールはしっかり守った方がいいかなと思
思います。まあ僕はもう多分今後引き子を雇うことは一緒ないと思う。俺はです、ね、ないと思う。いい、変な話突っ込んでたから何言うとか分からないから、まあ、ちなみにその時は花火通やな、花火通の H やな、花火通の H 狙いで、まあ、ミゲル君に並んでもらったと、はい、その話はまたサブちゃんがなんかでしようか。そうですまあだからそれで、まあ、僕は並び順で多分7時ぐらい、6時7時ぐらいがマックスちゃうから、仕事時代合わせても多分それぐらいがマックスかな。あ、でも僕もそれ除いたら逆に早く並んだら全然ないと思うな。しかもこれ地域差あって9時オープンのとこは10時オープンのとこがあるやん。ああ分からんよな、ちょっとなんか一概にちょっと言いにくいんですけど、まあ、俺はあんまり朝並ぶのが好きじゃないと。まあもう一個、紙の抽選、まあ、これの攻略法は正直そのラッキーにかけるしかない、はい、その2枚重なってそうなやつを取るとか、まあ、あとは店の癖掴んだら、例えば常連さんにだけ分かるように左端に固めてますとか、まあ、右端に固めてますとか、まあ、もしかしたらそういうことを教えてくれる店あるかもしれない、常連さんにだけ。その辺はだから通ってみんと分からんかなっていうのが一応攻略法で、デジタルの攻略法はまあ前に並んだ方が得だよねっていう攻略法かな。まあまあそれは一概にも言えんけどな、まあ、やっぱさ一番前に並んでさバーンって押して俺700人ぐらいしか並んでへんのに800聞いた時はなんでやねんって思ったよ俺一番初めに並んどるのになんで800やねんって。だからそれがあるから、いや結構やっぱ常連さんが長い並んでるやん、はい、基本そういうのね。だからこそ還元しようと思って調整してる店はあると思う、デジタルで。責任は取れません。僕みたいに1番から10、まあ、一番初めに並んでバーンと押して並んだ人数以上に番号出る時あるかもしれへんけど、責任は取れへん。ただどっちかと言ったら俺は前に並んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、今日の動画が参考になってるっていう方は最後に高評価ボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。では。